するしない？どうも、日向愛子です。今回麻雀の匠ゲスト大井高春プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、来ちゃいましたよ。さあ、ついに高春がやってきました。はい、来ました来ました、はい、さあ、そしてあの M リーグ始まるじゃないですか。始まるね、うん、なので今回は、うんうん、大井さんに、うん、赤入りの、ああ、なるほど。はい難しいんだよねM リーグのルールを打っていただこうと思ってます。結構麻雀プロの試合って赤ないことが多いじゃないですか。そうですね。で、今までその赤入りのこう、うんちくというか、知識だったり技術だったりをこう放送で喋るってあんまりなかったと思うんで、はい、ちょっと難しいね。どうしよう、恥かかないように気をつけます。赤入り高春を私たちは注目していきたい、うん、ちょっと自信ありますよ。あるんですね。はい、いつもより押しますよ私。攻め気が強くなる、はい、結構、うん、普段よく降りてらっしゃる。だいたいね、だいたい4回に3回降りてるんで、はい、守備派なんで。でも変わりますか？変わります。2回に1回押しますし、あと泣き。泣き、はい。いつも 15% ぐらいしか泣かないんですけど、だいたい 30% 泣きます。30%? うん、うん、倍泣きます、だから。自分が上がりたいとき、それから赤がたくさん入ってそうな人を、こう、かわしちゃうとき、いろんな意味で、あとなんだろう、こう、相手を脅かすために泣くとかも含めて、はい、赤を演出したり、自分が持ってるぞって持ってないくせにアピールしたり、そう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 、いろんな戦い方があるんですね。それで増えます、泣きが。じゃあちょっとそこら辺の大井さんも私たちは知識とともに吸収して強くなっていこうと思います。そうしてください。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではトン一曲開始です。皆さん手を挙げてください。よろしくお願いします。トン一曲、大井さん、ペーチャースタート、ね、ドラがリャンワンです。はい、ペーチャースタートは好きですね。好きなんですか？好きです。やっぱり親が2回残ってると、はい、やっぱりトン3曲までいろいろと試せるので、思い切った攻めもできるので、はい、結構好きです。今回ドラドラですね。そうですね、ドラドラですね、はい、まあ、赤があるんで。そう、赤が入ってるルールなんです。いつもよりはドラドラのその破壊力は今、いつもよりはないですけど、うん、いやもう十分ですね。もうこの手はどういう方向でいきます？これはね、クイタンを一瞬見たんですけど、はい、急走が重なることでもう、リーチも狙ってたけど打たれたね、今ね。はい、はい、1枚切れました急走、はい、仕掛けはでは結構今のとこなくなったじゃないですか。しないですね。ただ初重ねて仕掛けられるようになったらいいなっていうのもあるんで、はい、ちょっと今保留で、もう急速切っちゃうかもしれないです、有効牌引いたら。要するにここら辺だったりですか？ローピンとか G1 とか引いたら、はい、思い切って急速切っちゃうとか、まあ、もうダイレクトで3増引いても、ダイレクトで3増引いたらもしかしたら切っちゃうかもしれないです。それぐらいもうドラを切りたくないし、 E1 が2枚出ちゃってるし、はい、急速いまいちなんで、それぐらいこの魅力が今リーの未然、なんか一直線ってわけにいかないんで。なるほど。とか言いつつ、これはどうですか？これね、一応3ドイツなんで、はい、いろいろ崩れた時にまだね、チートイツになるかもしれないんだけど、どうしようかな。今全員手出しなんですよ、6個。そこもしっかり今見てたわけですね。ああ、それは当然です。あ、でも喋ってて見づらいね、よく考えたら。大井さんの見方としては、はい、手出しとつもぎりは全てこう見ていくんですか？あ、それは、全部ぶっちゃけると、若い頃は全部意味まで全部探ってたんですよ、はい、手出し場所も全部今記憶してるんですけど。でも出てきた場所ですか？はい、でも、はい、それはあまりにも疲弊しちゃって、ハンチャン4回打つと3キロぐらい痩せるんですよ。で、胃に穴が開くんですよ。痩せちゃう。そう、だから辛すぎるので、最近は6巡目ぐらいまでは手出しだけ見てます。6巡目までは手出しだけ。あ、ごめんなさい、嘘です、はい、6巡目まではつもぎりだけ見てます。つもぎりだけ見てる。めったにないことなんで。なるほど、基本的にいらないの手から切っていくゲームですから、うん、それはそのまま切る方が少ないだろうってことですね。そう、なので今のところ0個なんですけど、だいたい6巡目まで1人1個ぐらいしかつもぎりっていうのはないので、全員手出しするはずなんで。だからと言いつつも、どうしよう、進めよう。何切りますか？はい、役牌はション牌。役牌切る。ハツとハクは、そう、ハツから行きましたね。はい、これはランダムにしてます、僕は。
白髪中に関して毎度毎度変えていらっしゃるんですね、はい、システム化しちゃうと、うんうん、あのバレちゃうので、はい、はいはいはいちょっと今手出しですね、はい、やだなやだな何か今嫌ですかいろいろとあ、何もできましたけどできましたね白を1枚抱いちゃったんで切りましてさっきのやだなは何なんですか手出しのね1品の手出しで3品とか持たれたらやだなと思うん G1 9万 G1 ってもう達親が達払ってるんですよこれはどうですかだけど超十分系ならあの7級になるんですよあ要は、はい、9万から切ってるってことはローマンで両面にしたかったり、うん、赤ウーマンを求めてたんで、うん、まだ不十分系が残ってるはずなんでチーマンっていう3と7っていうキーパイを切ることは怖いですけどうーん大したことない切った順番で その判断ができるわけですね思ってるよりは大したことない何これまた難しくなってきましたねこれね手なりだと、はい、もうこういうのとか切りたいんだけど、うん、馬鏡を見るとあのトイメンさん両蔵早いし上茶言いそう早いんで三蔵が、はい、転換三蔵なんてこの世で一番良くないんだけどあのいつもよりちょっといいんだよ山にまだ残っている可能性が高いだから今ローワンチーピン急走のうち何キロか迷ってるやっぱりこの統一の急走が交互にまだありますねあるもうこういう22799っていうのを完全イーシャンテンなんて言い方するけど、うん、リーチにあの転廃するまでには完全系だけど上がりに関しては完全でも何でもないんでこんなものはなのでほぐすほぐしの急走になるんですね。そうですね。これちょっと失敗すると馬ぶっちゃって9万つもりで、はい、馬ぶっちゃってる感じになっちゃうかもしれないんだよね。例えば2万引いたらロスだけど、うん、2万引いたら食いたんもあるし、まあ手はまだ変化できそうですよね。だってこれとこれ選べないんだもん。いい牌ですね、うん。これを選んで裏メッタを最悪。例えばこれ切ってパーピン引いたらもう、ね、生きていけないから。そこまで行ってくるんですね。うん、それぐらい今9ピンも手出しだね。1ピン手出し9ピン手出しなんで。うわこれをイーシャンテンって呼んでいいですか乾杯そうそして欲しい山荘はまだでも山にいそうという判断ですもんね、うん、これ今回トイメンが賑やかな支配になってきたんですけどちょいいこと言うねそれは気にしてます、うん、気にしてますねで下茶が一応まだ4つ5つしか切ってないけどもピンズをまだ1枚も切ってないっていうことで、はい、チーピンを切ろうかどうかを今悩んでますその判断は下茶のその親、はいはいに対しても関わってくるわけですねだけどもこれでこれを切ってウーソを引いて一通にするか、はい、こっちを切ってヤンウーソとかスーソー引きを待つか難しい判断の中選んだのはリャンソーこれは危険度も含めてですあのリャンウーソーが、はい、あのネックになっちゃってる人がいたら嫌なので親とかがもうあそこ早そうだね。トイメン。まっすぐ、超まっすぐだもんね。イノシシのように来てる。だから、トイメンさんは一応一番脂っこいんで、読むんで。で、これ、はい、E ピンと9ピン手出し、ウーソー手出し。ちょっと面倒だな。いや、これなん、うん、チュンの自敗と、あと端牌のね、1級だけなんですよ。やっと出てきた内側、ウーソーだけ。マンズがわかんないんで、はい、マンズの何かを引いて、スチソマチです。ダメでもこれ実際読めないじゃないですかこれそう読めないわけじゃないよ だってこれだって何が通るってどうしたらいいんですか判断要は簡単です E ピンが手出し Q ピンがその後に手出しなわけですよ、はい、Q ピンの手出しっていうのは関連必ずしててパーピンが頭とかそれからそうお近くは持ってらっしゃるそれから567899でスッチピンを固定したとか何かこうお近くは必ず持ってるはずなのね、うんうん、で言いそうが早くてあ、でも、イーソーが早いのか。スッティーソーよりサクロソーになんのかな。ウーソーは必ず関連するんで、はい、そうだな、現代マージャンだとカンパーソーとかあるけど、球速3枚見えてるんで、そうですね、はい、自分から。だから、ウーソーのまたぎサブロソーとスッチソーが危ないと。はい。で、マンズは全然わかんないんですけど、だから僕はマンズが入ったと思うんですよ。入った最後の入り目がですか入り目が。あ、なんか、はい、なんとなくそんな匂いがしたので。はい、嗅覚ですか？いや、なんでしょうね。入った場所、一番左の方に入れたし、なんかいろんな、リーハイの癖から見て。なんかいろんなことを
で踏まえて、で僕これがこれなんで、はい、押します。まだまだ戦わせてるよね。で一応アンパイはさっき連続聞いたのは連続3枚見えて、これが全員にアンパイっぽいんで、これはもうじゃあ全然の連想切りの判断良かったですね。でも関連図は通りそうだけどね。まあまあでも行きます。確実な現物がある。であらでやねん、なんかそうもいかなくなってしまいました ね。これはさすがに行きますけど、危ない牌2枚ですね。どっちも行きますか。はい、行きます行きます。あのスティピンは結構危ないですけど結構行きます、はい、バンズが入ったと予想もありましたけど、ご自身でおっしゃってました。でもパピンとか何か関連してて、キューピンの周りもないのでくっついても嬉しくないんですよ。あ、はい、自分がね、自分が、はいはい、なのでチピン来ました。そうです、これはもう押さないとダメな手だと自分の中で思うので、はい、押します。で、あとは泣くか泣かないかなんですよ。どうします。ローソーを泣いて確定させますか。ローソーはいつもより馬強がいいなと。悪くないですね。チーソーが3つ見えてて、でトイメンさんチーソーを切ってるんで、トイメンさんの危ない筋を読もうとしてたんですよ最初、うんうん、そうするなら多分タブローソーが危ない、はい、ピンズはイスピン、リャンウピン、うん、でマンズはちょっと思い出す、ちょっと待って。何どこだろう。上目としか言いようがない。ちょっと読めないですね。うん、まだまだ。でもなんか第一だからリャンゾーなんで、もしかしたら何かこう、手役が絡んでるかもしれないな、みたいなイメージはちょっとあります。聞いてないです。これは、まあ一気通貫って言われてますけど、一応、これ切るかこれ切るかで、食いたんを考えつつ、ファーソーの方がいいと考えるか、サブローソー両面はやっぱり偉い、両面は正義と考えるかなんですけど、単野を抜くのか、それとも一通を残すか難しい。普通はもう残せないです。やめますか。ローワン打ったら嫌なんで。おお、統一になったこのローワンは受け止めるわけですね。ウーソー切りなんで6球層の方がまだ通りやすいかな。それはどうしてですか。578って単純には持たなくて、6球層が当たるときは複合してて、あの67788とか、はい、当たっちゃうんですけど、うんうん、でも地層がまあ見えてるんで当たりにくいかなと思って。自分から地層は2枚見えています。はい、イーソーと球層で迷ってないんです。地層怖いんだよな。単純な578だと先にもっとウーソー出てるはずですね。やっぱりここは一旦こうして考えた結果、はい、いい現物のイーソー、これでもう全部泣きます。これね、よ赤が怖いんですよ。赤が怖いの、自分の目から一枚も見えてませんね。親は降りたっぽいな。チーピンを抜いたんで受けたように感じますか、はい、あれシャアなんだろう。トイトトシかな。あれシャアトイトトシか。ちょっと待って、シャアを手出しでしたね。シャアの匂いちょっと、うん、いつも嗅いでらっしゃるんですか。嗅いでます。はい、嗅いでます。やっぱりおかげになってる。はい、やっぱ匂いってついてるんで。匂いってついてる、うん、あのシャアはやっぱりちょっと第一だから連想で手役っぽいって、なんかこう何統一かあるかもしれないので、はい、統一落としである可能性が高いか。あのシャアは統一落としですよ、はい、あれはもう必ず統一落としです。次シャア打つはずです。あともとちょっと今通ったパーソーでしたね。でもそのパーソーは僕がリーチって言った時にパーソーが通らないので、じゃあもう一枚こう持っている可能性は高い。シャアを持ってても、はい、いや、で持ってても、持ってない。パルシャーがね、もう一枚出てこなかったときは、まっすぐ行ってることになるから、うん、あ、でも、ワンチャン牌持ってましたね。そうだね、うん、何枚切れだ、それ何枚切れやねんっていう話だよね、うん、まだ泣ける牌は出てきませんし。泣ける牌出ないんだよ。はい、やめようかな。パーソンも2枚打たれてる。初ぐらい行きます。急走ぐらい行きたいくなりますもんね。急走行きたいですね。あ、もう全然行きますよ。だけどね、このリーチね、面ピン赤だと思ってるし、僕。面ピン赤いし。だってさ、はい、555がさ、1枚見えてなくて、うんうんうん、だから打ち込みたくないんですよ。あ、そう、3枚切れになりました。そろそろ泣けるから。泣けなかった。そろそろ泣けるから。季節的に。自力ではなかなか引きませんね。これはね、難しいです。ここがもう、マンズが場に高いので、はい、ちょっと、トイメンさんがとあのリーチの方がローワンを持ってる可能性が高いので、手に使われている、はい、
あのマンズ2ブロック持ってると思ってるし、このリーチ。あー、2ブロ、あ、ローン出た泣けました。これ勝負ですね。はい、ローン出ましたね。ポン、これでテンパイ、はい、感動層。だってあの町がさ、はい、あの読み筋に入っちゃうローソーだから、うん、リーチ者の、うん、これ黒ウソを切って赤ウソを持ってるリーチかもしれないじゃん。ありますね。あるでしょ。はい、そうだから、あ、シャートルトスじゃなかったんだな。違いましたね、トイム。なんか全然見てないな。おじさん、これはどこまで行くんですか。これはちょっと待ってくださいね、うん、死の果てまで行きたいなだから最後まで、うん、一応マンズが1、4筋通ってないんですよ、まだ。サブローマンと6級マンだけ聞いただけで、はい、で、サブローソンもスッチーソンもあって、それでピンズはリャンウーピン、ウッパーピン、サブローピンといろいろあって、うん、でもね、スーピンが3枚見えてたりして、はい、いろいろと。ピンズは浮き彫りになってるのがウーパーピンでしょ、はい、で、サブローソンとスッチーソンでしょ、うんうん、で、マンズはロコが3枚見えてますけど、マンズは入ったと思うけどな。まあ、イスーマンとリャンウーマン、うん、まあ一応候補で考えているところ、危ないのはそれ。これはウーピン引いたらリャンピン切るし、そうだな、チーソー引いたらウーソー切るし、いろいろ回避できるんだよね。はい、サブローピンは押すし。これ引いたらどうするんですか。あ、これは僕がリャンゾーフリケンなんでウーソー切ります。おお、なるほど。 できればウーソーノーチャンスにしてほしいんですけど、ノーチャンスにならないはずなんですよ。なぜならカミチャさんが持ってるからウーソーを入ってるわけですね。もう絶対持ってるんで、かなりこう感じてますね。あ、もうあと親が簡単に撤退してるじゃないですか。これが赤赤とかあったら撤退してないんで、そんな簡単には。僕はそう読んでるんで。じゃあ親の手はそこまで魅力的な牌がないわけですね。もうだから手出し見てないですもん。見ましたけど大げさに言うとですよ、まあ、気にしてないってことですよね、親のことは。はい、全員全部覚えられないっていう人のためにちょっと面白おかしく言ってますけど、はい、要はわかりやすい。ここはもうさすがに無視でいいでしょっていう、うんうん、こっから強い牌をピッと、じゃあパーピンって打ってきたら、うんって睨んで、どうしたのってね、なりますね。おいって顔色睨んでやってんなと、やってんなって見つめ合うんですか。来ました、ワンチャンスになりましたね。はい、で、これつもぎりが手出しの方がいいかな。どっちの方がいいんですか。つもぎりの方がいいな。なんでですか。いや、今やっぱり あからさまにここで手出しちゃうと、はい、急走を押した後なんで。そうですね、さすがにその関連して万が一の論争を止めちゃうことになったりするね。関連感も出したくない、出したくないですね。さあ、上がりきれるか。あれ、赤ウソまたぎじゃないのかな。そしたらもうどこなんでしょう、町は来ました、筋です。これはここにいます、はい、もう大体押しますよ。あとウーピン引いたらリャンピンにスライドさせて、もう計画性もしっかりですね。はい、パーピンでしょ。で、三蔵か、めんどくさいのは。お、今パーワンか出てきた。何押してたの。あ、ウーソー、ローソーないじゃん。裏ドラ、あー、すごい。はい、リーチドラヨン、リーチ赤、裏さんですか、これ。おいさん、読めてなかったカンパーワンでしたね。カンパーワン読めなかった。これはカンチャも読めないですね。マンズ入って、リーチして、はい、気持ちよくと思ってたんで、はい、なんとなく、はい、こういう形でも早めの赤位置だったりすると、うん、かなり早めにリーチも飛んでくることが増えますもんね。まあ、馬強がいいんでね、うん、良さそうなパーワン、ね、全然いいと思います。はい、じゃあちょっと皆さん手を開けていただけますか。はい、赤は1個しか持ってない、2個だと思ったのにな。でも1枚ありましたね。でも親がこれで1枚、あれ、なんで補充したのなんつってね。ないんだよね、うん、これない、ないんですよね、うん、ないですね。ワンチャンスを負ったと。ワンチャンス、ダブルワンチャンス、うん、ただこれが正しいかどうか分かんないけど、親はリャンシャン点なわけで、まあもうこれ上がりはどうしようもないんですよ、うん、でそういう時に本当に難しいことを言うと、パワーン押しても次なんか押すんだよね。わかる？パワーン押しても次ってウーアン取んないんだもん。だったら、あと3つ置けるものを切るっていうのはありかもしれないんだよね。うん。ってなると？例えばだよ。はい。例えばもう、だからウーソーまたきは怖いけど、これ3つならもうこれで終わっちゃうし。そうそう。
先生にまでなってくれると思います。ウッパーピーなら3回だってこれパワー1じゃ通りました、次何打つのっつって、あと2回何か打たなきゃいけないからね、どうせね。先生高春です。結構そういうのはね、実践的な感じ、本当に難しい、手詰まっちゃってるからね、厳しい中でした、ね、サブラッピー打った方がいいんじゃないの。そうでもないか、そうでもないね、なんでもない、無理、うん、さあ今回大井さん、いろんな手のお話もありましたが、はい、これちょっと読めなかったっすよ。マンズ入ったよね、ウーワンヒだから左に入ってリーチしてマンズできたと思っちゃった。でもこでここから入ったのマンズは合ってますね。いやだって見てるもん、で見なきゃよかった。そうそうそう、はい、一番左に入ってる。さあ、トーン1曲は横移動となりました。はい、どうですかこの赤入り。赤ない出会えませんでしたね。でもね、親が消極的だから赤がないとかね、読めてましたね、しっかり、うん、僕はドラがあるけどなんか来てるんで、なんか赤ぐらいだなって言ってたんだけど、まあそんな感じで読みはここまで外れてなかったかな、うん、はい、大井さんありがとうございます。はい、次回もお楽しみに。トン2曲開始です。皆さん手配を開けてください。大井さんダメだ、トン2曲ダメ、もうシャーチャ、うん、ドラが3層、手配こちらです。パッと見ダメだな。何点ぐらいですか、うん、15点ぐらい、低いですね、うん、赤なし、赤なし、ドラなし、なのでまっすぐはいかないです。ちょっとこう様子を探りながら行くわけですか、はい、ただここから本一を狙ったりはしないです、うん、あの赤ありでそんな無理やりやってもしょうがないんで。一気通貫は見ます、一応見るんですけど。それもうっすらですか。3ピンパーピンを6巡目までに引けたらぐらいですね、うん、これ8個よりも先にパワーソーなのは、はい、まだ安全度も考えてるんですか。チーソー引いた4連携を生かすよりも、はい、そんなにブクブクにしたくないんで、なんなん白ぐらいは持ってたいですね。かなりこう序盤からスマートな手組みをしていくわけですね。はい、ね、はい、ドラがやっぱり7枚あるんで、はい、普通4枚から始まるんですけど、赤があると7枚からスタートしてて、自分がないとなって、0 6巡目までに0だとするとやっぱり2枚ぐらい入ってる人は必ず1人出るんで、いつもよりやっぱ警戒したいですね。ってなると大事なのは周りの速度読みですね。今そうですね、速度読みで今のところ親が少しぐらい強めに来ても親だからっていう理由はあるんですけど、だから子供が今のパーピンがね、つもぎりなんですけど、はい、手出しだったりするとちょっと警戒するんですよね。キューピン、いきなりペンちゃんを払ったってことなんですよね。こういうのは別に大して気にしない、うん、要はローピン、ウーピンローピンぐらい持っててもうパーピンもいらないんだなぐらいしか思ってないです、うん、何にもやめようかな。もうウーピンとか切っちゃおうかな。もうここからですか。でももう無理だもんこれ。かなり諦めとか潔い男なんですね。あ、そうです、もうあの諦めた方がいいですよ。上がりた、あの麻雀で勝ちたかったら、はい、あの勝ちに行かない方がいいですよ。ごめんなさい、詳しくお願いします。ちょっとごめん、全然要するにトップ取ったら偉いじゃないですか。2万5千から始まって、はい、トップ取ったら順位点とかトップ賞とかもらえるじゃないですか。でみんなトップ取りたがるんですけど、麻雀って基本的に 20% ぐらいしか上がれないんですよ。4人でやって、しかも流局が挟むと1人 20% のものを毎回毎回上がりってたら8割やられますよ。だからこういう手の時にいきます。親の現物の E1 をの E1 じゃない、 E 層を残して、はい、白も残してテイ、統一のパワーに手をかけた。もうこんなん上がりいったら負けますよ、麻雀は。早い店じまいだ。はい、もう頑張れ子供たち。いや子供たち頑張ってもお互い可能性、あ、大丈夫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 。トップ目は、はい、3万3000点トップ目と、うん、ラス目っていう状況ができてるでしょ、はい、この人たちは今トップ目なんていうのはこれね、初トンって切ってて、そんなにじゃがむしゃらに行くかっていうよりも、報酬が怖くて泣かれるならいいやって先に切ることもあるわけですよ、うん、で、例えば単野をドラ赤ぐらいのカンチャンマシとかだったらリーチ来ない人なんですよ。もう闇に構えるんですか。26と52ぐらいだったらダマ手にするんですよ、トップ面に立っちゃったものだから。でラス目の人はちょっとがむしゃらには行くはずなので、うん、前向きに前向きに。でまあ簡単な話すると、乱暴な話するとリーチって言うまではテンパってないと呼んでいいの。だってリーチすんだもん、しもちゃさんですね。そうだって負けてるこの人は、漫画打っちゃったこの人はテンパったらリーチって言いたい人なんで一番、うん、だから分かりやすい。そう、面単品ドラ1でダマ手にすることはないんで、
曲げてくれるんで、だからもう簡単ってこと、読みやすいってこと。なるほど、うん、あ、これちょっと待って、親の現物じゃん。現物です、いらないこれ、パワー1、うん、本当はもっと危ない牌切りたいんだけどね。どこら辺ですか、スーピンウーピンとか切りたいんだけど。ここで、ね、そう、でもちょっとそれはねやりすぎで、次のツモがね3ピンパーピンとか来たらピンフイッツーのイーシャンテンなんで。お、パッソー9層来たよ。めっちゃ払いましたね。そうだね、こういう時はあの想像の1ブロックが両面で数値層とかね、サブロー層みたいなのが、想像はもう1ブロックなの。ま、乱暴に言うと、もうこっち2枚は想像なの。なるほど、綺麗にね並べて。まあ乱暴に言うとね、そんなのはいろんな人がいる、リーパーはいろいろ癖があるから断定していけないんだけど、189手出したらもう1ブロックでいいの、数値層かサブロー層か知らんけど、うん、もうそれはもう決まり。ん、僕の番思わずパーピンチーしちゃおうと思って。ダメですよね、お金持ってかったしね。親の現物をとりあえず切って、両脇のドラマタギを切っておいた今。あ、なるほど、うん、三蔵がねドラでしょ、はい、その時に手出した三ピンを、三蔵がドラマタギの時にちょっとめんどくさいのが、ピン風ドラドラ開けとか、なんかそう生発生のだるいんで、パーソー4枚見していいのかな。見せないことの大事さっていうのはどういうところに出るんですか。ローソーパーソーとかうまく切られてより高い上がりとか生まれるのが嫌なんだよね、ピンズ、うん、フリッキ通貫完成なので、これでチーテンぐらいだったら取るけど、それ以外はまず取りません。はい、はい、ただかわいリアシャンテン、僕リーチだ、ここでリーチ難を切りましたね。3ピン手出しで安牌抱えている。この難は安牌なんですよ。僕から見て、他の人は暗号からとかあるかもしれないけど、僕から見たら安牌なんで、これはもう両面両面と読みました。で、3ピンが直前なんで、まあ、イスピン、両ウーピンは、まあ、両ウーピンは一番決めやすいんですよ。うん、なぜなら、イスピンだと1枚ずつ出てるから、233で3を持つかもしれないけど、両、はい、ウーピンの334っていうのは、3ピンは3人に危ないし、赤ウーピンが入ってるルールなんで、はい、334の3ピンはこういう風にしやすいんで、先に打ちやすい、はい、もうマンズとソーズ1枚目切ってないんで、その危険度は分からないですけど、枚数で選ぶしかないんですけどね。例えば、まあ、本当にマンズは1枚目出てないから分かんないけど、おいさんがパワー1ちょっと切ってるだけですね。そうですね、だから、まあ、そう考えたらウッパーバンが一番確率上は入りにくいところではあるんですけど、はい、ピン、はい、ソーズ、ウンズが全くね切られてない牌でこの形からですから、おいさんはかなりこれもう受けですか。僕はもう完全に降りるんですけど、一番大事なのはここで何から切るかなんですね、はい、こうやってやって、3ピンパーピン9ピンがスーパイなんで、はい、9ピンから切っとくと上茶さんには将来安牌と、安牌というかこの自牌は使いたくないと。9ピンは2人の現物、でも現物なんだよね、9ピンは2人の切る順番も大切ですね。これは何でいいかな、お、こうな、うん、これ手詰まったりしてね、あんだけ早く30目から降りといて新しいよね、第一ならパーソーからなんなら降りてて第一だから手詰まっちゃうっていうね。でも途中でこう手役を見たリアンシャンテンは受け入れてましたからね。そうだね、ここで親なんで行こうか悩んだよね。どうするんですか、ね、親もアンパイの何切ってリーチっぽいのが嫌なんだよね。違う、違う、切りましたね。マンズはもう単純に何切っても分かんないんで、一つ通ってませんでしたもんね、はい、通って。でもやる気はあるってことですか。やる気というか親だから行くっていうことがあるんでね。早すぎて安全牌もそこまでないしということですか。そう、ちょっとパワーピンは そうなんですよ、安牌ないだろっつってさ、一発も消えてるしさ。確かにそうですね、急走、うん、も押したな、急走のチャンスか、パーソーが全部見えています。はい、さてそろそろこう、これは打っても安い方だけど、僕は打つ手ではない。急走、はい、しかないよ、もうアンパイ、うん、あ、3ピン誰も合わせない、早く走ってよ3ピン。これ3ピンまたぎが僕最初怖くて3ピン手出しだったんでね。打ってるよ打ってるよどうしたんだよすごい心の声、それだけ賑やかなんですね。そうです、ブレーキかけろ、どうした壊れてんのか。いろんなこのテレビ対局で打ってる時もそれぐらい、そうです、そうです、そうです、心の中ではずっと声がざわついてるわけですか、はい、こいつとこいつは安全牌、はい、でこいつは
安牌だけど、はい、親のリャンピンプッシュに対して、うん、安牌じゃないの。だから行きますよ、今から叫びますよ、はい、やめろシュって言いながら今のうちという、そうそうそう、だってもう気持ちもありますよね。怖いじゃん、これだってパーピン4枚目だから、うん、単品ドライチウッパーピンならダマテにするから怖いよ。なんだあれ、ロワン、なんでもね、僕が喋ってたから止まってくれてたけど、でも声は聞こえてないんで、ちょっと考えた節はあるかもしれない。手出しローピン来たね。ここで筋のローピン来たね。この筋のローピンっていうのが中筋、これはもうスライドではないのでローピンをそのまま切ってるんで、うんうん、よいしょ、まっすぐ進んだんかな、それともひよったんかな。大井さん、もう最初の読み通り、はい、上茶はこのリーチに対しては全く、はい、押してないですよ。言ってないですもんね。いやもうこの人はもういい、知らない人だ、もう聞いていない人だから。やっぱり大事なのは、あとリーチの当たり牌と親がどこまでやってくるか。ここはもう無視して、親が警戒だから。でも、はい、ここもね、シャア取っとかなって今思ってるよ。あ、親来るぞ、知らんぞ。あ、ペー出た出た、取り落とし出ました、ペーの取り落とし。はい、え、これ受けたんですか。これ一回ローリングしてるんで、一回ローリング この瞬間全部取るんで。あ、リーチ来ちゃったこれね、なんでか追いかけてきました。これね、実はいや、シャアを取っとかなかったんで、はい、さっき言ったじゃないですか、今ちょっとなんか違和感は感じてましたね。ナンシャアは親に対して取っとくはずなんで、来ちゃったんで、すいません。あの、え、でもすごいこれラッキーですよね。全く危ない牌ほとんど切ることなく。いや、本当だよ、こんなことあんだな。今パワー1だけね、そう、1枚押しただけで追いかけてきた。この瞬間のパワー1っていうのは全く関連してないことのが多いんですよ。あ、要するに転敗したら切ろうどうしよう、危ない危ない、そうそうそう、そういうことも結構あるので。だからこの宣言牌よりも、あの、僕はですよ、もうちょっと違うところ、はい、怖さで言うと、ドラそばとかの方が、サブローソーリャンウソとかの方が僕は怖い。そっちに絡んでて、うん、なるほど。ドラそば、あるいはその想像は怖いね。おみさんはこの二軒ルーチ、お、なん、こんなの簡単ですよ。簡単、これ余裕ですよ。余裕でかわしちゃいますよ。かわしちゃうっていうか、対応できそうですか。余裕ですもん。全部安牌なんで、これ。あ、嘘ですけどかなりの嘘ですね、はい、でも、もう僕がここで補充することは 100% ないんで、まあ、手詰まってますけどね急走はパーソーが4枚目の中で切りやすい牌ですね。ほら、ペット取ったしね。ほんとだ、だからこの瞬間に全部切りたかったのにリーチってきちゃったから、なんでと思ってなんで、どうする、大丈夫ですか。ない、この台は当たり牌じゃない、これやべえよ。あっちもとこ危ないから、こっちもとこ危ないのは、じゃあでも左側に、はい、手詰まりました。私キューピンはパーピンが全見えですね。で、キューピン4枚目、手詰まってからが麻雀だから。今なんかいい名言ですね、覚えておいて。手汗大丈夫ですか。あ、ちょっとね大丈夫だな、こんなの。あ、トーンが通った、うん、絶対僕が振り込む、ね、あ、これ危ないわ、もう4枚目ですよ、トーン、うん、次大丈夫ですか。で、手詰まってます何度もいいけど、はい、リャンピンが通った。はい、もう全部通った、はい、ビンゴ。今ね、リャンピンが自分の目から4枚目になりましたね。いいも大丈夫。あ、何押してんの。ハクは、いや、俺押してるよ。チョンパイではない牌ですけど、ちょっとこれ、背底ずらししようかな。背底ずらし、うん、羽まぐろありそうなんだよ、背底で積もると。追いかけた、なんちゃ、追いかけた側。ね、だいたい麻雀って、はい、先制リーチがみんな打ちたがるのよ。26具形とかで、ね、もうリーチって言いたくてしょうがない子が多いの最近でも追いかけるってことはそれなりの形、それなりの打点があるんで、何か魅力的だね。そうなので、どっちをマークするって言ったら追いかける方なの。お、うん、だから相手どうしようかなと思って今、うん、親がね、ペーペーと、もう受けるにも十分な材料ですし、うん、あとはこの背底ずらしだったり、うん、いろんな他の方向に目を向けていくわけですね。そう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 。まあ、これ今ですか？もう今ですか？もうだってあと2つしかないからさ、もうこれ危ないからさ、今のしょうがないです。これは背底ずらしの小さな気でした。はい、つったなんつってさ全然ね、関係ないですよ。関係ないの。スースト取ったの？スースト取りました。リャンウソ取った？イーソー筋を切っていった。リャンウソ取ったかどうかだけ教えて。リャンウソ取ってないです。どうしてくれよ、皆さん。でも安全牌大丈夫ですもんね。大丈夫、 100% 打たないから僕は。でもリャンウソ通してほしいんですか。もうちょっとスクリーンじゃあリャンウソで、じゃあ放置しちゃいと思って。あ、
打ち合えってことですね。1500円払うのよ、だから。あ、なるほど。人の不幸を願ってるわけですね。上茶さんが下茶さんに8000動けば、はい、5人ぐらい動けばチャラに戻るじゃん。あ、トン一曲の出来事がなかったことに、うんうん、ほら、なるほど、なるほど、うれリアルですね。行ったろ、あ、ゲームスコ行ったろんなーん、ここのとこでこんな感情なんですね。いいですね。これ岩間3人にほらですね。あ、通った。ちょっと待ってよ、違うとこか。違うとこだったね。あんまり当たんないね、読みってね。ああ、そしておじさん、背景迎えました。背景は 白切りますから全然大丈夫ですよ。白でね、全員取ったんでね。はい、はい、流局もうなんも先輩の方、開けてください。なんも分かんなかったな。サブローピンとサンザ、ドラタン、おお、タンヤオチーというペロペロペロ、うん、高い追いかけはサブローピンでした。全然読めない。3ピン手出しで普通に連面だと思ってた。全然読めてない。これ読めないよ。読めないですよね、これはね。一回黙手にして一寸割りしてって思ってんだ。あんな。さあ、今回二間リーチの中。これ読めない、ドッポさん。ドッポさんって言っちゃった。ドッポさんは？いや、ちょっとプリ押ししたんだよ。ね、プリ押し。だから、そこは気づいてたんだけど、言ってんのは。イーシャンテンで。うん。うん、なるほどね。はい、さあ今回はあの受けの手組みにはなりましたけど、しっかりこの背底の意識まで。あ、そうです。あと読みはずれてまして、読めなかった、あんまり当たってなかったですけど、まあここはちょっと、これはさすがに読めないです。これ手出して、これ手出してリーチで普通に両面と読みますもん、うん、うん、でこれつもぎりで、はい、そう、チートイツやってて、だからメンステッドの保留の手なんで、こんな4枚切るなんて、もうほぼありえないんで。何、ね、イペコありますもんね、中に、はい。しかも、初なんて、親の現物、はい、あ、親じゃない、ごめん、ここの現物で、1枚で、自分が一番いい街なのに、チートイツやってて。はい。あと、オタカゼの何切ってリーチ。これ、何ターン禁止されたら、包丁だからね。はい、そう思います。うん。統一落としでした。本当にこれもう、でも今失ってるんで、彼展望、あ、そっか、はい、高く行きたいお年頃です。そうそうそう、あ、そういう意味で最初に言った、うん、そうです、負けてる人はそうです、なリーチとか高くしちゃうんで助かるっていうのは結構助けられることはある。今回ね、それは実際にありましたね、はい、さあ、おいさん、手に曲ありがとうございました。この後加点してトップに立てるんでしょうか。次回もお楽しみに。トーン3曲1本場開始です。皆さん手配を開けてください。はい、さあ今回大井さんはなんちゃドラが白です。これうまい人上がれるぞ。うん、つけてきます、ね、はい、はい、これうまい人上がれるね。これはどういったこと、ま、役な、あ、本一か数アンコだ。もう本一か数アンコなんで、アンコにしていくか。だ、教託がさ2000点落っこってんだよ。そうですね、うん、一本場で教託、あれを欲しがるのか欲しがらないのかって話になっちゃうわけだ。どっちですか、葵さん。欲しがらーん。ここからなんですね。数アンコと本質なんだもん、いらないよ、チーソー。かっこいい。赤入りだよ。そうですね、非効率。出ました、非効率。赤ないし、ドラないし、はい。でも行きますから、見ててください。わかりました。どっちになるんでしょうか。これが、嘘嘘とか、赤いが1枚でも入ってたら、うん、こうしないんですけど、うんうん、これはね、ちょっとね、チャレンジしてみます。高春チャレンジ。チャレンジ。これはね、ラスが親があと2回あるっていうのも含めて、あ、なるほど。でこれね、泣かないとね、面前難しいですよ。確かに。結局この人とローピンとペイっていうのはもう出ちゃうんで、もう出ちゃうんですよ。今ペイ出ますよ、行きますよ。これペイです、これペイですよ。つもぎりでした。はい、つもぎりの Q1、 つもぎりだけ覚えとけばいいってね。つもぎりだけ覚えてです。おいさんがおっしゃってました、はい、序盤はつもぎりだけ覚えてください。チューンはドラ表、シャーは場に1枚。これはね、ここはね、やあのローソー切っちゃいけない。なんでシャアなんですか。やっぱり本一よりも数アンコの方が高いわけで、はい、次のツモがローソーだとひっくり返っちゃうんで、はい、これはダメ。チートイツもやっぱギリギリまで見て、ドラが白なんで、今次に僕が白持ってきたらチートイツにシフトチェンジして2枚切れのチューン打つかもしれないんで、その辺のことはね、もう高い手が好きな人も安い手が好きな人もみんな、これドラが白で1枚を持ってないときは常にチートイツを意識してください。あ、はい、なるほど。この辺はもうね、いらないね。このね、はい、ドラとはさよなら。ちょっとチューンが場に3枚目になりましたね。だからこれね、
そろそろわがままばっかり言ってもう泣ける季節を通り過ぎちゃったんだよえ、早くもですか。トイメンが3万切ってチーピン切って、はい、トンバのトン切ってるんで、もう全もうまっすぐ行きますって宣言したんですよ、はい、もう絶対にあの上がりに行きますよと、そのこの教託2本は私のものですよって主張してるんですよ彼が。だから、はい、リーチ必ず来るんで見ててください。もう2アンコウ、2つ目のアンコウができました。トンとチュンが2枚切れずつなんで、はい、こちらもどっちを切るんですけど完全、はい、どっちも一緒なんですけど、一応変な短期の時にはなんか一緒だな、だけど1人の現物なんで、一応2人トンは2人の現物なんで、はい、これどうしようかな。ペイ出たらな、ポンって言えるかな。練習した子ポン今出たら泣きますか。泣かないですね。じゃあなんで練習したのじゃあなんで練習したのいや泣くんだ、意外だなと思った。同時に出るかもしれないじゃん、ね、同時にペペってねペペって出るかもしれないじゃん、その時の練習、うん、高原さんですもんね。同時に泣きのための練習しとかないと、はい、発声練習しとかないです。それはさすがに泣きますか、うん、こういう時にキューピン、これキューピン山だろ、キューピン、あ、ちょっとちょっと待ってね、これパーソンのションパイなんで、はい、数アンコウのためのこれだってパーソン見て、僕の皮パーソン明細聞いてるでしょ、僕の皮でパーソン当たったことないでしょ。あ、それキューピンつもぎり、それ僕の山にいるって言ってんのに、ね、つもぎりでしたね、あれ絶対僕のだよね安全牌には余裕があるって判断できたからトーンも切れたってことですか、うん、まあ、自分がどんどん行くしってことですか、ま、これとこれとこれとこれ重ねて、まあ、数アンコウ臨死判定なんで、いけますね、はあ、うんうん、収録ですよ、数アンコウがあったらヒーローになれるじゃないですか。僕ヒーローになりたくてマジやってんすよこれ必ず浪走。でもどこで勝ったんですか。ちょっと待って、ちょっと待って、これ怖く、自分が怖くて黙っちゃった。どうします、どれ残します。リャンピンバニー1枚、わかんねえ、キューピンがバニー1枚、あのね、3アンコウだけを考えたら絶対にあのこの辺、これかこれ切った方がいいんだけど、うん、だって3ヤンピンとか3ピン、数ピンも有効牌じゃん。だけど僕は3アンコをやるためにマージャンやってるんじゃないんだよね。生まれてきたんじゃない、うん、3コンだ。アイアムはヒーローだからさ、うん、ここはね、ヤンピンを選んだわけですね、うん、ここはね、ちょっと待って、ペイ、もうペイは絶対ポンしないんで、ちょっと待ってよ、ペッペってなったんですか。ペッ、いや、ペッペ、あ、なんだ、キューピン、今手出しでしたね。今手出し、ポンって。じゃあペンちゃんターツを払ってって、そうだね、ってことですね。だったら言ってくれよ。しかも他にちゃんと頭もありそうですね、ああやってキューピン切るってこと。まあもうこれほんとやめてよ、ほんとやめてよ、だるいわ、テンパイと呼んでいいですか。どうします。でもおじさん、こんなために生まれてきたんじゃないですもんね。生まれ変わろうかなだってさ、これなんすごいですよ。ちょ、3個って何点だった3200だろ、はい、3200は3500だろ、はい、で、教託が2本あるだろ、はい、5500、もうそこはね、5、3あたりが早いんですよね、計算ね。5500だろ、ちょっと待って、一旦教えてもらっていい。冷静になりましょう。 CP 山にいるかもしんねえし、プレイもいるから、はい、一旦こう切ってね。今出たらどうするんですか。いや、ちょっと待って、いや、そんな意地悪言わないでくれよ。出たら上がるんですか。ちょっと待って、0.1 で、あ、どうぞ、場に1枚切れるの上がるんですか。大木さん、リーチが入りました。上がる上がるこれ上がる。ここで意見がまとまりました。トイメンのリーチ、シーソー切りリーチですね。だからでも宣言あれは合ってたでしょ。合ってました、まっすぐ来てましたね。 であれは、はい、実は、うん、ウーソーとチーソー切ってリーチなんだけど、あのあそこの間につもぎりが本当欲しかったの。あの、要するにここの間につもぎりが2つぐらい入ってからとか、まあ、手出しは1個入った方がいいかな。手出しが1個入ってからつもぎりじゃない、失礼、手出しが1個入ってからリーチって言ってくれたらもう6球層だろっつって僕思ってるし、腕全部6球制限全部押してやればってなるんだけど、あれだと感動層を単純に払って普通に、サブローピンとか結構あるのね、うんうん、でも僕こんだけあんこあんだから、うん、もうこれ僕があんこで潰してるんで、うん、彼の街はどれかね、フルセットです今のままだと危ねえあんこすじひーふーみーよひーふーみーよ、どうするんですか。知らんがな、行きましたサブローピンでいいよ、サブローピンとロッキーソリーや、わかんねえもん、マジマンズわかんない、これマンズわかるしねえから、いやいや、フルセンツフルセンツ、街はカンパーピン今出ても上がります。おいさん、僕上がりますよ、だって6500点だからね。え、うん、これヤッパピンも山にいそうだしさ、持ってないんだもん、2人持ってない、2人持ってないから
やっぱりこのつむりすごんこだったり、うん、あんこになったりの代わりがあるのでリーチを歌うんですか。これペーあんこったら、ペーあんこったらどうぞ。あのね、リーチしちゃおうかな。チーピンスッタンのすごんこ丼じゃあれかもしれないけどね、うん、リーチしてもこれペーかな。ニシニシ現物ですね。これでもさ、チーピンも早いからさ、両脇はさ、パーピンぐらいフィット押してもいいんだけどな。ローピン来たらどうするんですか。ローピン来たら、あの、はい、キューピン切ります。あ、切って両面のウッパー、それか、カンしちゃいます。もうどっちがいいですか。どっちがいいんだろうな、ちょっと待ってな。うーんとな、ウーピンがバニーゼロだろ。はい、このルールで教託が3つ起こってるんで、9切ってリーチします。両面ローピン引いたらね。なるほど。でもこれローピンないよ。ないですか。あの、神茶の方がローピン1枚ぐらい持ってないと、うんうん、あの、ピンズの真ん中を持ってないとおかしいんで、ステハイ確率的に、うん、よっこらしょのしょ、つもです。つもりました。これはテンパネですね。カンパーピンいましたね。つも3あんこ、1300、2600、一本場です。はい、1400、2700でございます。大井さんのつも上がり、初めて上がりました。おめでとうございます。初上がり上がりましたね。いや、これは本当にね、危ないところなんですよ。実はあのリーチもね、これ両面、両面リーチなんで、ちょっと見てみましょうか、はい、皆さん手早く開けてください。どうせサブローピンでしょ。あ、全然違う、入り目入り目でしたね。チェッウッパーワンでした。やっぱり単純、これが1個手出しが入ると6球層だって言ったんだけど、はい、このままダイレクトだと払ってあのあるマンズはしょうがない、分かんないって言ったから、はい、いやーすごい高い、高いのあれですね。そう、これ以外は全部全ですしかもドラが今回全員持ってなかったの。僕怖いんだよ、赤もないしさ。でも決めました。決めたね、1326。はい、おじさん、なんと初上がりで親を迎える形となりました。次回楽しみですね。 やってやりますよ。さあ、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。トン4曲開始です。皆さん手配を開けてください。はい、おじさん、ついに親がやってきました、うん、そうだね、ほんと一上がりできてよかった。あの2着ですね。そう、2着目か3着目ぐらいで親持ってくれば大体勝つんですけど、私クラス。え、じゃあ今トップ目じゃないですか。はい、もうほんと鬼に金棒状態。さあ、ドラが連想、はい、もう安泰って見ていいんですか。じゃあ大井さんトップは。そうですね、1位か2位ですね。もう連帯確定。連帯は確定です。なるほど、はい、この手を仕上げればトップでしょう。うまいこと、あのパイの並びいいですよ。どんな手になりそうですか。まあ、単品でうまくいけば567、まあ、あのマンズが566なので、2ブロック、はい、例えば G1 引いてスチマンウッパーワンとかで、ピンズは4と6どっちか引ければいい手になるんで、うん、まあ、あの面ピンドラ1ぐらいで、うん、ファイヤーとリーチリーチのこと今ファイヤーって、ね、あ、そうですね、リーチのこと、はい、あの我々トップクラスではファイヤーと呼んでます。初めて聞きました。はい、はい、で、あ、第一もトン良くないな。ダブトンになる範囲ですが、ダブトンが必要な手と、例えばソーズが 1,2 でドラがリャンゾーとか、そういう時ってダブトンドラーカとかで漫画になるじゃないですか。これもダブトン必要ない時にトンが来るっていうのはちょっと感じ悪いんで、ポイしときます。1打目に切るんですか。切るわけないじゃないですか、僕が。ですよね。ということは、ただ腹が立ってるだけです。あ、ちょっとこの来てくれたトンにイライラしてる、ね、イライラしてますね。なるほど、よいしょ。だってこれさ、いらないんだもん。一応重なったらでも採用ですよね。重なったらいいんですけど、いるんじゃ村上純みたいに第一打で毎回トン切ってくるやつがさ。親の時はいきなり切らないですよ。大丈夫、トン切ってない。今回いませんね、トンから切ってる方。ローピンとスーピンどっち引きたいな。ローピン引きたいな。ローピンがいい、確かにそうですね。ローピン引いてこい、ローピン引いてこい、お願いお願い、本当にお願い、一回だけ。よし、ちょっとこれね、これ本当を言うと、はい、E1 なんて全然いらないんですよ、うんうん、今切るんですか。でも2万3万の受け入れに対してやっぱ何の方がいらないはずなんで、何を切ろうかな。やっぱりいいわこれは。はい、もうやっぱりあまりにもツモが効いちゃっててめちゃくちゃ嬉しいんで、こんだけスリムに構えてもやっていける素材が整ったということですね。目の前でローピンが出たりしても泣かない。泣いたことないですね。大井さんは泣かない。一回も泣いたことない。これ4枚出ても泣かないですよ、こんなもの。4枚出ても泣かないですか。もう興味がないですよ、泣いてどうこうすることに。3枚引いた。なるほど、ここで難を切って
ただローピンを泣く人を批判してるわけじゃないですよ、うん、そういう人もいるってことですよ。大井さんは仕掛けないよってことですね。世の中には歯医者さんもいれば学校の先生もいれば麻雀プロもいるわけで、はい、どういう人生を選ぼうがその人の勝手なので、わ、はい、かりやすいですね。僕はローピンを泣く人生を歩みたくないというか。ヒーローですもんね。僕はヒーロー通案怖がりだったな思い出しちゃう全曲のお話です。よーあダメだこれはダメだ中途半端だ。これってどんどんこうよく言うブクブクの形にしていくんですか、うん、はいはい、もう僕はあ目いっぱいに考えます、ね、そこの方が相手も怖いんで、相手はまっすぐ進んできてるんで、いつリーチ来てもおかしくねえぞって脅しとくんで、こうやって親のやる気を伝えるわけですね。そうそうそう、早いとこウーピン切ってもいいんだけど、やっぱり4と6ね引いた時の形が強すぎるんで、あ9ピン積もられた、はい、もうダメだ、涙が出てきた。え急にですか、うん、もう2枚目の9ピンでですか。これちょっとアンペ抱えようかな、ちょっと心が折れた。チュンは場に1枚切れ、今何でそんなに心が折れちゃったんですか。僕のこのピンズのこの辺が弱くなっちゃったんで、うん、なんかもうちょっと良くないなと思って。でもあんなの休めですよ、おじさん。そうだけど急に急にですか。もうなんか急にそんななんか人こえ、もう帰りたい。え、なんでヒーローどこ行ったんですか。もうやだヒーローになるために生まれてきたみたいなことあったじゃないですか。庶民に落ちた、格が急に庶民になる。ツーランクダウン、一流トッププロから今庶民になったんですか。今庶民、これはこれ大事ですよ。はい、本当に大事ですから。いや、聞いてます今。何選ぶんですか、そしたら。ソーズはドライロなんで、もうこれ以上ソーズ側の馬強が良くなることがもうないと、うんうん、ドライロがそんなに綺麗にあのうまいこといっぱい山に残ってるなんてことこの世にないんで、はい、もう切りました。先に固定したわけですね、はい、でこれをマンズとピンズでどっちかで2ブロック組んで、うんうんうん、絶対上がれるはず信じてる。あこんにちは。いらんドラ。ああこういうのはねもうね、はい、もう自分の手にも使えないし、リャンズを持ってきたところで大したことないんで、これはもうね相手はもうビビってますから、もうおじさん来ちゃう、どうしようどうしようどうしようって今思ってますから。おじさんもう6巡目でドラつもぎりなんだ、はい、ってことですね。もうビビってビビってしょうがないんで、しょうもないリーチとかしてこないんで、こいあー全然意味わかんない。3番統一になりました。さすがに中は安全牌取ってるんですもんね。取ってたんですけど、はい、もうこれ選べないんで、パーピン切るかチュン切るかしかないんで、これで泣きますあ、統一が増えて、はい、この形ならもう仕掛けていってもいいかなと。 5% ぐらい見えるし、このチの3色で、はい、こいつをこうすれば 5% になるんで、よいしょ、あの高め 5% 要するにチーソー、チーソーは両面なんで泣かないですけど、ローピンは泣きますね。まずあとシャンポンですか。シャンポンは泣くかどうかはスッチーマウッパーワンの切れ具合と良さげ具合なんですけど、ウーパーワンは全体的にいいんですよ、うんうん、9万が3つ飛んでて、はい、ウーパーワンはいいんだけど、スッチーマンが良くなくなりそう。そろそろ数万が3人全員持っててもおかしくない数ワンなので、スッチーマン微妙です。お引いた。ウッパーワンは良さそうということは残していくので、どうするんですか。3ローワンですね。ローワン切りです。これはこれで567を見つつ、はい、リャングウッパーワンを見つつ、一応のために9ピンを取っ、9ピン受けをフォローしていると。で僕が捨て牌で落としすぎちゃったんで、はい、ここからの手出しつも切りはあんまり信用ができないです。他の人のですか。はい、例えばE1 とか Q1 とかを後で手出ししても僕にビビって持ってた可能性があるので、安全牌として、なのであまりここからの手出しは有効ではないというか。あこれ難しいな。なるほど、パピン切っちゃうか。今ワンズがこう三面ちゃんにも受け入れられる形になったんですけど、うん、泣きは思考にあるんですよね。ローピンだけ、ローピンだけだけで、今この安全牌残すかどうかを、パーピンとどっち切るか迷ってて、どちらにしようかな状態。キューピン場に2枚切れです。もう1枚打ってくんないかな誰か。何の牌ですか。ロッピキューピン決められるのにってことですねそうそうそう、俺の迷いを消してくれってことですねそうそうそう、結局来ちゃった。いやもうこれだけ3人いたら誰かしらリーチって言うでしょ。こんな捨て牌さ、1球自牌でさ、3人足したら国士無双みたいな顔してるけどさほら国士無双上がってるよ3人足してでもこれさ、さすがに誰かからさ、そう特に上茶さんはさ
ダメだ、もう限界だ。関数ピンの受け入れもできますね。 E ピンが場に2枚、3万を切っていいのか考えてる。バンズを3面ちゃんに固定するか、しました、うん、もうね、しょうがない、こうなったら泣ける範囲も出てきませんね。ローピンだけ泣きます。スーピンは泣かない、はい、でもローピン使え、あの持ってそうなんだよね、もうね、1枚。もうもろつむぎり、これイシャンテンだな、神社さん、これイシャンテンだな、押してますね、あの感じ、あの、あ、当たっちゃった、イシャンテンだと思って当たっちゃった、テンパイでした、うん、一番警戒してるとこが当たったんで別にいいです。読み通りです、はい。なかなか今回いい手だったんですけど、はい、進みませんでしたね。そうなんですよ、みんな僕に対してその怯えてて、だからこれも僕がこういう皮を作んなかったら、リャンゾとか切らなかったらリーチって言われて僕が困ってたかもしれないんで、僕は脅して正解だと思ってるんですよ。あ、じゃあ脅したことによって、低い打点にさせてるし、ダマ点にさせてるところがあるんで、はい、安くできましたね、はい、そういう効果もあるということです、はい、今回はこの捨て牌の意識だったり、こう、そうですね、アピール力も勉強になりましたね、はい、ですが大井さん、はい、2着目になりました。ちょっと悲しいですけど、まあ、一応トンバ終わって、はい、でこんなぐらいの手材料が来てるうちは僕としては戦えてるなって感じなので、なんかこうメイル気分が悪くなるというか、 弱気になるようなところはないですし、うんうん、読みもまあ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 当たってきてるので、うんうん、全然大丈夫です。これトップですね、これまあまあトップですねはい、難波のね、大井さんにも注目です。はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。難入しました、大井さん、ペーチャードラが初、なんかあるぞ。え、大井さんあるぞ。結構いい手じゃないですか。結構いい手なんだけど、はい、すごく嬉しいんだけど、うん、これね、はい、結構出にくいかなと思ってんだよね。まあ、簡単に出てくるような牌じゃないですもんね、うん、なので両面作ってリーチ行くか、うん、ペーチュン重ねて上がりたいんだよね。あー、ダブナン行かれたか、なるほど。なんちゃなん、5ポンダブナンです。これいつもより怖いんだよ。というのは赤が入ってるから。ドラガ発で、はい、あのダブナンごとき、どうせ2000点だろうとか、本一にしたり、なんかもう二役つければまた街も分かりやすくなるし、でもこれダブナン赤1とかで3級っぽいんだよ、皮がもう大人しすぎちゃって、だから9だけですね、切ってかわされたくないんで、どうしようかなと思って、ただまっすぐ行くしかないんだけど、かわされたくないなこの手、うん、かなりお気持ちも。そうでもダブナンポンしてるところから出やすくなったんで、はい、ドラが、あ、うん、だから早く3級だろ、9万パワーもう問わず落としてるんで、じゃあ、はい、想像の本質に渡ってるかもしれないのね、うんうん、要するにもしかしたらマンズの愚形を処理して、もう一組ぐらいピンズかマンズの両面があって、想像がめっちゃ伸びた時にその両面を外してやりますよ、本質にして漫画にしますよっていうのは少し垣間見えたと。何いつもいいじゃない、どうしたのやっちゃうよ。ちょっと女子の高原出てきますね。あ、ポン、あ、よかった、レイもポンだ。あんなもの重なってもちもちになった、大変だったよ。なんちゃか通風路目、なんとレイをポンしてます。あのウーピンあるじゃん、ポン出しのウーピン、ここ大事なんだよ。ポン出しのウーピンで次に僕の読みだよ、あのウーピンの関連牌がもう1枚持ってるはずなの。ピンズですね。そう、4なのか6なのか3なのか7なのか、そして想像の本質に行ってくれって今思ってる。そしたらもうちょっと時間猶予ありますね。あるし、僕が上がれるからその時ファイヤー。これは順調に育ってますね。これはペンちゃんどうですか。これね、はい、ペンちゃん払うんです、うんうん、ウーピンを払うよりペンちゃん払うんです、はい、こっちを払った方がこの後の十分、あの E ピンでもスーピンでもサンピンでもローピンでも何でもいいんで、ピンズの動きがね、そういうことかなりありますね。なので切るんですけど、ゲチから切る、絶対に切らなきゃいけない方があって。え、どういうことですか。これはすごく大事なんですけど、はい、うん、僕の中でですよ、これが上下の関係と問い目の関係性で切り順変わるんですけど、僕はイーソーポンされてからリャンウソの両面に振り込みたくないので、今こっちから切って、これポンされてもこれ当たんないんで、あんまり、だからこっちから切ります。リャンソーがポンされてイーソーが当たるときって、まあトイトイとかあるけど、うん、確率上両面には当たらないわけで。すごい、この2-1の切り順ってすごく大事ですよ。
あと一つやったでしょ。これが、ドイツでした。そう、これが4、5、6って、僕これウーピンね、はい、ウーピン消えました世の中に。大丈夫です、はい、ウーピン消えた分ウーピンの周りが この世で一番良くなったんで、使えなくなりますね皆さん。僕の勝ちです。あれイーシャンテンなんですよ今。ウィン、はい、もう決めつけます、断定します。あそこはソーズのイーシャンテンなんです。まだテンパイでもない、はい、こいつを泣くかどうか分かんないですけど、うんうんうん、なんでやねん。なんか後のピンチ杯が増えて、だからイーシャンテンなんで、はい、これは絶対に今切んなきゃいけないですよ。なるほど。これ切った後これはロンですから。危ない、ロンがあるから、うん、もう今のうち切んないと大変だ。1秒でも早く切りましょう。これイーソーポンされてスッチーソーとかね。そう、1はよくポンされるんですよ端っこは。1で統一の可能性もあります、はい。ああ、任しといてください。勝ちましたから。もう。勝利宣言。勝利宣言ですから。絞れよ。絞れよ。今か、下茶屋の、お願いね。ああ、やばい、手出しやめて。手出し飛んでした。これはどうですか。これは、イーシャンテンから、1個ソーズを引いて、十分系のイーシャンテンになったか、あるいはテンパイになったかなんですけど、僕はまだイーシャンテンだと思ってます。まだ。まだイーシャンテンあると思ってます。はいよー、オッケー。これで、テンパイなんですけど、しし、これは、はい、仮の姿。そうですね。これ仮の姿。今、私がファイヤーする。あ、でもね、あれね、もしかして。ピーチのことをファイヤーと言ってます。はい。これね。あ、ちょっと待って、イーサー合わせちゃダメだよ。小さいちゃうよ。危ね。危ね。親もね、頑張りどこですからね。そうですね。そうです。確かにそうです。ラス目でね。行かなきゃいけないですね。これね、テンパったら出てくるかもしれないんで、これ。1枚持ってるかもしれない。やめてくれよ、本当に。どうですか？リーチしかないんですけど、場に5枚出てるんですよ。本当ですね。リーチしかないんですよ。はい。必ずリーチするんですけど。山には残っていそうですよ、残り。不満。これだって出たかもしれないんだもん。なるほど。でもこの判断なんですね。不満。さあ、ここで大井さんからのリーチが入った。ただこれいるんで。3ついるんで。山にですか？うん、5枚出てるけど、目に見えて5枚出てるけど、3ついるんで。はい。8-5は3なんで。はい。単純にこれ全部、小1の勉強みたいになりますね。はい、ただ、パワー1押してきたんで、ちょっと、ですよ、一旦音かしといていい？リーチ。いや、みんなね、イヤホンしてて、音楽流れてるんで、1ミクロも聞こえないですけど、はい。分かった、分かった。こうやって手上げとくとアピールになりますよ。リーチってな。はい。お、リョンズいった。リョンズ。もう9杯ないんだ。こことここにもう9杯がなくて、おいさんすよ、いや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 みたいな。でも、何の仕組みに対して、うんね、リーチかけてくる、うん、おいさん怖いですよね、そりゃそうだよ、ね。だってヒーローのリーチだよ。カリスマのリーチだからね。リーチ、カリスマ、バンバンだからね。もう漫画あんだよ。カリスマってリョンハンですよ。リョンハン。もう漫画あんだよ。これすぐだよ。見てこれ。何でもない、すみません。何でもない、すみません。リョンチ。リーチカリスマバンバンだから、ね、本当だよ。やっぱり大事ですカリスマって、ね、これ上がれるから、もう間違いなく上がれるから。 あ今張った。シャアでしたよ。シャア張ってそうですか？ちょっと待って、いやパワー1押してるんで超危ない牌を引いてシャアを問い落とししてるかもしれないんですけど、あ一度回った可能性もある、あるんだけど、シャアシャア問い落とししたのか今張ったのかなんだけど、でも今張ったにしてはシャアとパワー1があったら一発目はとりあえずシャアっていう人の方が多いので、確率的にはシャアシャアの方が多いです。はい。要するにこれとこれが、例えば一発目にこれ使いました。いや、一回は怖いわっつって、やることの方が多そうじゃないですか。はい。だから、そこでシャアを切ったってことは、シャア短期からタメンちゃんに行ったとかもありますか？それはあるね。タメンちゃんって言ってもありあんめんですけど、大したことないで、4、5、6、7層とかそんなんです。ノベタンとかですかね。そうそう、そんな、大した、僕ですか、バン。僕ですね、はい。止まったら僕ですよね。そうですね、さあ、8引く?3。3じゃなかった、5です。8引く5ね。だってもう、すいません。ここ見えてた、だってさ、ここ見えてたよ。山にね、ありそうですけど。親も来るんだしさ。上がりきれるか。親も来るんだよ。親も絶対来るんだよ。負けてんだから戦いたいですよね。いやどんな決着が待っているか。いやどうなん、対面どうなんですかね。どうもどう、今数層つもぎり、数層は中筋、一応僕の中筋で、はい、ただ自分の手を一つも見ないで数層早いですね、金もね。そうなんです、羨ましいですね、ああいうのね。
あの上茶さん、シャーチャーの方おりました。お、間違いなくもう浮いてます。リーチ来い、リーチ来い、リーチ来い。リーチ追っかけてほしいんですか。追っかけてほしい。だってこれ勝つもん、勝つもん。すごい自信、すごい。だからとにかくすごい自信だから、これ勝つから。カリスマは自信が違う。この町で、はい、多分、生まれてこの方はこれで負けたことがないので、もし負けたら初体験でございます。もう一回負けたことないんだから。初体験の映像が流れる、映像が流れる。あ、シャワー出てたよなんつってね、うん、シャワー出てましたよなんつってね、全然目合いませんね。いいんですか、ね、なんつってほら、リシキさん、リシキさんでしょ。さあ、これがここで追いかけリーチ。これ、これまで、ちょっと待って、ちょっと待って、一旦、ちょっと、一旦読まして。一数万か総数待ちに決まってるんで、一数万か総数待ちね。でしかも総数もどうせスチ総待ちとかそんな苦しいとこなんで、100回やったら、え ?100 回やったらですよ、99回僕が勝つんで。今待ち言いましたよね、僕ね。やめろよ。はい。総数とか持ってくんなよ。いや、こういうのは大丈夫ですね。カラフルですけど。そうの、どうせ想像の苦しい街で、街は大したことないんですよ。はい、で、あ、ちょっと今止まってましたね。テンパってたのかな。でも親の追いかけリーチも入った。出るぞ。出るぞ。出ちゃうぞ。出ちゃうぞ、これ。これ出ちゃうんじゃん。これ出ちゃうわ。心の声が。これ出ちゃうわ。これ出ちゃう、ほら。あれ、何何違いましたね。急走は大丈夫。そんなね、急走よりももっと悪い街のはずなの。どうせ、ソーズのパーピンパーピン切ってリーチだから、スーソース、スチソだろ。だって1、2、3、4で持ってんだもん。大井さんのスチソだろ。いいスーピンが勝てるのか。勝てるよ、だって山ゴロゴロだもん。はい、スーピンピン3番でした。ちょっとちょっと掴みすぎだから上がったー。リャンパーソでしたね。リャンパーソでしたね。上がりを決めたのはなんちゃでしたね、はい、お願い、当たってて、当たってて。さあ、では一度皆さん手を開けてください。見せない。いや、大井さん効果上がれませんでした。全然違うよ、読めないもん。いや、短期待ち。え、なんでパーピン取り寿司なの。発想切れなかったんですよね面白いね。読めないよ。想像の苦しい街だと思ったのに初だったね。一数ピンはまだ山にいた。上がれませんでした。いるよ、それは。これ後引きでしょ。違うの、最初から大井さんが上がれない一数ピンの回が出てしまいましたね。はい、すいませんでした残念でございます。 まあそれは大げさに言いましたけどはい、はい、そうだね。まあここでやっぱりピン想像に渡って、うん、ウーピンの時に分かってたんで、もう一枚はこれは四五六ピンだと分かってたんで、ほんとはしたくないんだけどさ、これしょうがないもんな。ドラさんはさあ、今回リッチをかけましたが、はい、横移動という結果になりました。チートイあるんだね、やっぱね。パーピンパーピンでもね、僕はチートイあんまりないと思っちゃったんだよ。想像の両面だと思っちゃった。ちょっと受けながらのね、うん、進行でしたね、うん、さあ、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。さあ、2曲開始です。はい、皆さん手配を開けてください。大井さんはシャーチャー、ドラが数ワンです。手添え量は結構いいのに、はい、上がれないことが増えてるので、ちょっとしたこうストレスなんだけど、はい、今回いいじゃないですか。これ恵まれてるんだけど、はい、これも上がれてなんぼだよね、うん、そうですね。全体的にマージャンの手は通して上がれてなんぼですからね、うん、そうだから、まだこれで上がれないようだと、はい、絵に描いた餅じゃ意味ない。これもちょっとね、うん、赤が入ってるルールで、はい、5を持っちゃってるんで579になっても意味がないんで、うんうんうん、先に切りました。なるほど、はい、8持ってきてのベンチャーもあまり嬉しくないですね。もうそれ余計上がりにくしちゃうんで、うん、ターツはもうドラが数万で万図に1つ総図にこう 2.5 ブロックっていう風に決まったので、うん、もうこれでいいです。全局の横移動で大井さん、はい、なんと3着目になってます。あー、大丈夫です、はい、全然 OK です。全く気にされてません、はい、むしろこれぐらいの方がいいですよ。マグロにはちょうど良くなってきます、ね、ちょうどいいです、ちょうどいいです、うん。今イーソーを残してタンを切りましたね。一応リャンゾーが、川の景色と親の現物でリャンゾーあるんですけど、はい、あそこで一数層固定することあんまりないので、まあ、山にいつもよりは目に見えて3枚ですけどちゃんと残っててくれそう。面倒だね、これは面倒。一応コーマは当然まっすぐ行きます。自敗を処理していきました、はい、ドラ表示の3万持ってることは自分の中で強みで、うんうんうん、2くっついても4くっついても大きいんで、あー、連続も切られちゃったか。これで2枚目これでアウトです。アウトですか。下茶の方は1枚持ってないですよ。はい、で、トイメンも持ってない、
と考えると、平均して2枚残りってことはなくて、こっちが1枚持ってることか、1枚というか 0. 何枚持ってるんで、例えば 1.5 枚ぐらい山にいると、リャンゾーは、はい、1.5 枚ごときでこんなの持っててもしょうがないんで、ねえ、うん、よいしょ、お、いいとこくっついたぞ。一応現状って仕掛けってありますよね、はい、うん、皆無ですね。皆無、どこもローソーすら食わないですね、これは。今回ね、赤の手ですが、もう絶対泣かないです、うん、はい、ほんと終盤ですね。そうですね、その思考になってくるのは、はい、あとはどこ親を警戒しましょうか。まあ、手出しをシャアでしたね。ちょっと待ってください。スーピンつむぎりちょっとチーしちゃうぞ。うっそーん。あと、大井さん、はい、ここまでで見ていて、はい、横入ってましたね、うん。思ったんですけど、はい、結構、こまめに、並びの場所、うん、これね、変えるんですか？例えばさ、はい、例えばこう、今こう引く前じゃん。これでさ、うんうん、こっからこれ切ってさ、リーチなんて言ったこれなんかさ、2、3歩ぐらい。あの端っこなんか、ピンズっぽいですよね。それは嫌じゃん、ちょっと。とか、こう、見え方を意識してるわけですか？あと、あの視聴者の方が見えやすいように、僕は、ちゃんとリーパイもするし、ソーズの上下も、このローソーは嫌なんです。ありますもんね、はい、上下ね。上下が、一応、丸みを帯びてる方が。結構、手配は繊細にこう、意識されますね。そうですね、うん、はい。なるほど。ここで、これを切ります。はい。で、いいじゃんでございまして、このパイシーになったら、うんうん、だいたいリーパイ的にはこうしておくと、はい、何を、あ、ウーアン手出した。ちょっと待ってください。親がウーアンを手出しすると、はい、どうですか。あのね、数万がドラなんで、はい、このぐらいでウーアンを手出しして、その後にペロンペロンと手出しが入れても、はい、そのスッチーマンだったりサブローマンだったりっていう両面固定は結構するんで、うんうん、ドラ受けを残したりドラを使いたがったりして、だからこれはあのドラそばのウーワンを切るってことは結構もう要注意で怖いんですよね。なるほど、これは要注意。これですよ、リーチでございます。やっぱりですか。はい、当然です。はい、これ何度目の挑戦だって話ですけど、はい、これね、待ちね、またまたですね。あのよく宣言牌のその裏筋は通るって言うんですけど、赤い時は結構危ないですね。そうそうそう、ああ、大丈夫です。これ負けたことないんで。馬鏡見てください。どっかで聞いたワードが早くももう一度聞きましたね。これは絶対に負けないんで、はい。なるほど。親の追いかけが同時に入りましたね。はい、はい、勝ちました。勝利宣言です。はい。もう彼は、マンズ待ちなのか、ソーズ待ちなのか、はい、あるいはパーピンに関連してるのか分かんない。今のところ読みは入れられないんですけど、はい、濃厚なのは、そうだな、自分の手配だとやっぱファブローソーとか、ね、目から見るとこの辺、うん、ね、ソーズのスチーソーとかはこの辺は結構危ない。でマンズで言うと手出しが1個しか入らない、ウーワン出した後にパーピン1個しか入らなかったんで、ロッキューワンっていうよりはウーワンに関連してそう、またぎそう。でもパーピンも孤立ではなかったですかね。孤立ではないんですけど、これはね、チーピンもキューピンも場に出てないので、はい、完成したのかその周りが頭なのかちょっと読みづらい川なんですよね。あ、なるほど。持ってない人が両脇がちょっといるんで、はいはい、ちょっとこれはピンが読みにくいです。6球ピンもあればその周りが頭もあればみたいな感じなんで、とりあえず今言った危険なところ持ってこないのが一番いいですね。いや、その前にこれがいるので、はい、必ず両脇がこれを持ってないので、特に山にはいるよと小さい数字を持ってないので、さあ、おいさん、これは負けたことがないです。はい、大事なことなので必ず勝ちます。ツモかな、あ、違う、今ツモかと思ってもう一回確認しておかない全然違うじゃないですか。確認しなきゃいけないぐらい山にいるってことです。そうですね、はいはい、あ、ロンかな、それかな、出ましたよ、出ましたよ、一応隣だったね。まあ、現物じゃないですか。大丈夫、安心してください。わかりました。じゃあもう優雅な気持ちで、はいはいはい、あとは見ていていいってことですね。あとはどっちかなぐらい、できればこっちかなーなーぐらい、このぐらい手詰まっちゃってる人。なるほど。手詰まっちゃってる人はさ、もう手詰まった方から出そうな街ではあるんですか。いや、それはそうでもない。それでもない。二人にとってないんで。なるほど。リャンゾーぐらい、リャンゾーは僕に危ないんですけど、うん、親よりはマシっつって、まあ、E1 とか打ちそうなんですけどね。マンズ持ってるじゃないですか。だから E1、U1 ぐらい打ちそうですけどね。うん、親に打つ分には、よりはこっちの方がいいっつって。これマンズですよ、ほら。要するに、はい、親に打ちたくないから E マンか U マンの筋かを切ると思ってませんか。なるほど。ただ私の前これはトウソルじゃないんです。
何回確認、何回で、え、いないの、え、読めてないの、え、まだリーチしてから2巡ですけどね。いや違う、これ読めてないのかな、いや、これ負けないんだけどな、おかしいね、入ってる。さっきからこの町、ハイテクからさっきからこの町上がれてないんで、入ってる、山確認しないとちょっと分かんないかもしれない、ハイチェックお願いしますって。手詰まっちゃったよ、どうしよう、やばいやばい、手詰まられるとまさか急ピンとかで報酬されたら嫌なんだよ、親のね、現物もまだハイの種類少ないですからね。おー、ウーピンのワンチャンス、ワンチャンスいったね。かなりでも手配苦しそうですね、これまだサブローマンとサブローソーはやだな、特にいっぱい通ってないんだけど、まだサブローマンとサブローソーやだな。ドラだ、通りました。だって大井さん当たりじゃないもん、うん、サブローマンとサブローソーやめろ、大井さんが絶対勝つからこの牌やめろに変わってきた。ちょっと待って、サブローソーは食べないけど、キューソーは端っこでよかったよ。ちょっとこれな、どう入ってる？さあ、ハイを疑い出しました。入ってないんじゃないの？3品はね、3枚目になりましたよ。本当？ 3 枚見えてるの？3品3枚、あ、僕からね、はい、僕から他の人は見えてないからさ、打ってくんねんだよ。西上がりきれるか、これ上がったらまたトップ目立てますけどね、うん、勝ったね。本当ですか？勝ったから、え、赤、嘘、赤にドラにいろいろ通ってきましたね、うん、違う違う、赤がもう赤が場に2枚ですよ、赤持ってるかと思った、親が、あ、じゃああと1枚、そう、あれねえ、うん、ないですもんね、あれ455から5万切ったのかと思ったの、でも違ったね、なんだその数字は、 G1 って、あ、2-1 の数字ですね、これ止められちゃって、止められてます、感じました、多分あった、すまん。いや、こんな負けないでしょ、こんなの。メロン、まただよ、また1326台、どうしよう、1300円、1600円です。ピーチピン風、つも赤いチ。弱いな、裏ドラ乗せなさいよ。裏は乗りませんでしたが、大井さんの上がりとなりました。はい、負けたことのないといったイーチピン勝ちました。はい、一度も負けたことないんで。全局は負けました。はい、いやー決まりましたね、はい、おいさん。決まりましたよ、危ないよ、本当。さあ、ではみんなの手も見てみましょう、開けてください。大丈夫です、絶対当たってない、また当たってない。シャンポン。どうしよう、シャンポンなんてわかんない。つもりさん何個のシャンポンじゃないですか。これまたピンズはなって、あんなって複合してて積もったのあるか。ちょっと意外性のある方多いですね。だってさ、あんな複合ピンズしててさ、おいで、なんであれ、もう6入ったか7入ったか知らないけどさ、読めない。あ、そっか、一番右か。あ、そうそうそう、あれ、そんな読めんわ。はあ、川人さんがめちゃくちゃ顔が入ってますね。ほんとサブローソーいや、サブローソーとかに見えるじゃん。イスピンは自信、相当自信あります、正直。はい。負けたことないです、これは。乗らないしね、ただ、裏は乗らねえな。さあ、大井さん、見事な上がりが決まりました。はい。はい、山6枚はちょっとよ、行幸ですけど、1枚ぐらいスピンを持ってないと、ピンズが、ね、はい、ブロックが、もう1個ぐらいあるはずなんで、だから山 4,5 枚だと思ってたけど、こんないっぱいいたんならスーピン積もれよ、ね、じゃあスーピンにしろよ、見事な上がりでした、はい、さあ、トップ目に立ちました、この後どうなるんでしょうか、はい、ご視聴ありがとうございました、次回もお楽しみに。第3局開始です、皆さん手配を開けてください。さあ、トラがローソー、はい、ローソーラス前ですね、はい、おいさん早くもなんちゃです、ちょっとしたトップ目でこの時に考えなきゃいけないのは、はい、まあ、4000点以上ついて4100点ついてれば伏せれるので、オーラスオーラスですね、うん、なので今2着目と2500差なんで、はい、2000点ぐらい上がりたいなと思っております、最低でも。なのでドラがローソーなので、ローソーでも引ければローピンからチーしていくとか、あ、仕掛け回るよ、うん、ということですね、そしたらトップ率がぐーんと少し上がるのでね、さあ、そんな2着目の親番です、はい、ん？親番？なんちゃね、2着目の、はい、あ、2着目の親番、うん、あ、そう大事ですよね、結構ね、うん、あれなんか、大石さん、ヒーローだとあれじゃないですか、ちょっと待って、それはちょっと待ってそれはちょっと待ってほしいですか、確かにさっきと一緒だね、大石さん、今リアルな現実の2000点を見るか、うん、ヒーローになるかですよ、どうします、現実を見たい、もうなんか、あ、連続出た、ポンしようかな、ちょっと待って、ポンしよう、現実を見たい、はい、みんな声聞こえないんで手でね、はい、ただポンしていくとすごい現実やろうじゃないですか、違うんですよ、解いた道あるから、
あるからトイトイ上がっておくとなんで片言になったんですか。これトイトイ上がるか2センチ上がると、はい、めっちゃいい状況なんですよ。オーラスがね、トップ率がめっちゃ上がるんですよこれ。なるほど、大井さんはトップを目指してかなりシビアな判断をされました。リアンソーから動いた天満が2枚、はい、2枚切れです。これがフロー率が上がったり順位点が大きいとこうなっていく。例えば普段あれ私がやってる RMU のルールだったり、ひなさんがいる最高戦ルールでこれを泣くかって言ったらそれは分かんない、うん、今回は丘もあるし赤もあるし逆転しやすいくせに順位点がめっちゃ大きい、だからちょっと泣いてみた。なるほど、うん、ルールによってもその判断の差が出るわけですね。そう、中ちゃんパイだらけすぎて、はい、わずか2巡目にして、はい、もう安牌がなさすぎて、しかも濃いですね、はい、残ってるのが、ね、上がっちゃった方が防御に適してるというか、うんうん、敵より早く上がる方がなんか危険が少ないかなと思って、そんな感じで泣いてみました。ただ合ってんのかな3万つもぎられちゃったよ。そうですね、それ僕の3万だと思うんだけど入ってましたか。でも安くなっちゃう、それだと。そう、まあ、やだ引きたい。安い高いはいいんだけど、でもフリテン含みになっちゃうんで無理ですね。ドラ引きたいですね。下茶の方は国士かな、思い出に。あ、違う、ウィーピンだって。やばい、どうしよう。どうなんですか、わかんない。あ、また何つもぎり。え、3万とスーソがいらないって。何何何、怖い怖い怖い。何何、下茶もトイメンもちょっとなんかをや、なんかを狙ってるね。通常ではないですね。そうですね、何かこう役だったり。親はドラそばを切りました。ただおかげさまで私現物が1枚できましたんで何これ、ヤンゾーポン、やめて。もうやめよう。でもちょっと不気味になってきましたね、周りが。怖いよ、やめようかな、つもぎり。みんなつもぎりってさどういうことですか。結構つもぎりだけ覚えろって大井さんおっしゃってたけど、皆さんつもぎりですよ、ずっと。でもみんなも、はい、みんなも僕が怖いんで。あ、あの泣かない大井さんが、大井さんこんな早くから連想で動き出したよ。どうしたらいいだろう、筋持ってきちゃって。もうなんだよこれ、トイメンの現物。無理だよ、こんな持ってられないよ。つもぎりました。嘘を引いたら激痛なんだけどね嘘を引いたらまあ一応使えるといえば使えますけど、これやばいよ、危ない筋しか持ってないんだけど。うん、さあどういった方向になっていくか。今証拠が入ったんでここでシャアを切って、シャア、はい、なんだろうね、何に行こうか迷ってるんだろうね。どう高くしようか迷ってるっていうか。怖いよ、親全部つもぎ、全部つもぎ、どうしよう。もうパニックだよ。こんなにつもぎれ続くんですね。無理だもん、ダメだ。ちょっとあと1000点ぐらい払うからやめさせてもらえないかな無理でしょうね抜けさせてもらえないかな途中でここでアウトですみたいな、ないですよね。その降りたいんだけど、ね、もう降りシステムない、そういうの。残念ながら今回はございません。しかよ、ダウンしたい。もう降りたい、降りたい、やめてやめて、手出しやめて、つむぎってつむぎって、あ、来ちゃう来ちゃう来ちゃってるよ。ローピンはまずいよ。チーって言っちゃう、チーって言っちゃうよ、言っちゃうよ。じゃあチー、はい、泣きます。え、無理だよ、無理無理、ノーアンパイだよ。どうしよう、どうしよう。ゴリゴリの高春が今見れてますね。今までと違った大井さんを届けてきてますよ。嘘ついちゃった、でっかい声で。だって怖いからさ、今気持ちだけでもテンパ。でも届かないですから、みんな耳ふさいでるんで。ほんとになんか、テンパしたみたいなリハやめていただきました。だってもう本当に赤嘘を立つ、ロンって言いたい。ドラヒョウの赤ゴロンしたい。でもピンズじゃない、ピンズじゃない、止めてるってことですか。じゃあ、ウッピン切っちゃう。うわ、引きたい。無理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 、ウッピン切れない、切れないよ、パワーワンのがいらない。ただはい、ただまだ自敗も余ってないので、トイメンの方はまだ大丈夫でしょう。 E1 が出たよ、これ親ゲンね、親の現物の E1。 本当ですね。なので、はい、もうあとは自敗とピンズしかないんじゃないかなと思っております。はい、まずい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 、通送はすでに切っています。つもぎり、ちょっと待ったかないや、ちょっとあの形はね、無理だよね。次の手出しが危ない、次の手出しが危ないんで、ちょっと一回待ってね。ペーでした、自敗でしょ、自敗でしょ。これしかも1枚切れじゃない、1枚切れでした。ペーイーシャンテンテンパイどうなんですか。イーシャンテンです、イーシャンテン、はい、テンパってはいないと思います。テンパしたらリーチ増えるんですか、トイメンは。いや、ダマテンもあるでしょうね。ダマテンで8000もあるでしょう。で、打点があれば、はい、少し考えながら親はリャンワンを切りましたね。そうですね、リャンワンは全員の安全牌ですね。はい、取っておこうかも考えたのかもしれません。来た来た、なんという
これいいんじゃないですか結構。いや良くないよ、だって そのものだもん。ドラそのものだもん。ダメだよ、9と3万円で死んじゃうよ。高めばっかりですよ、死んじゃうよ。死んじゃうこれ。葵さんは転廃したけど上がれるんでしょうか。死んじゃうよ。親はどういった思考になりやすいですか。転廃だったらリーチ来ると思ってるんで、うん、親なんで、はい、なので読みましょうか。まだじゃあ親も張ってない、張ってないと思います。ソーズは、ソーズだったらサブローソーが怖い、ピンズだったらローピン切ってるから、はい、ヤンピン、ピン、ローピンと。ピンズの前にちょっと待ってください。ソーズだったらサブローソー、はい、マンズだったらでも47あたりはそうですね、狙い目ですけどね、いっぱいありますけど、まあ、3647ぐらい、うん、マンズだったら、はい、サブローソー、サブローワン、スチーマン。ピンズはね、あのドッポさんとトイメンさんがローピン切ってて、うん、あローピンじゃない、ドッポさんがピンズ高いんで、うん、それに対して先打ちもあるんで、ここで両面固定してることもあるんですよ、ピンズのところ。だからウッパーピンとかは結構嫌なんですよ、ローピンとか持ってたくないじゃないですか、うん、はい、だからそういう意味ではいい両面。スッチーピンは固定しづらいけど、ウッパーピンって固定しやすいんですよ、うんうん、赤もあるしより端っこだし。なので今のところファーッと浮かぶのはその4筋、ふわーっとサブローソー、サブローマン、スッチーマン、ウッパーピン、この4筋がふわーっと。でもイーシャンテンであると。イーシャンテンです、はい、はい、リーチきますから。なるほど、はい、わお、これすっごい大事ですよ。これってこれ絶対変える、変えるんですけど、変えるんですけ どれですか。めっちゃ大事なんですよ。どっちがいいですかね、うん、はい、こっちを切っとく、こっちの方が山にいる確率は高いんですけど、こっちを切っとくと、これを後で親がリーチした時に出るんですよ、うん、親の現物。そう、はい、でもこっち切っちゃうと、僕の捨て牌がひどいんで、ウッパーソーに見えちゃうんですよ。だからこれ出にくくなっちゃうんですよ。すっげえ難しいですこれ。めちゃくちゃ、あ、もうこれ喋ってる時、本当は本番だったらすぐ切りますよ。もう一応切る早はもう決めてるんで。いや、はい、はい、巧みなんでぜひ喋っていただけたら、はい、はい、ですよね。なので一応これはトップ目ってことも含めて、ションパイのパーソーを切りそうです。そして親の現物のキーソーを残しそうです。上がり率がそっちと、あの危険度も含めてそっちの方が生きていけやすいんで、はい、これはあそこがピンズだけとは限らないので、統一系の、はい、なんかあんこゴツゴツみたいな手も考えられなくはないので、うんね、一応嘘は切り、うん、ドラ表なんでね。なのでパーソーが統一とかかもしれないので、こう切って、でもこれだとなんか後の人生も自由に生きていけますね。あ、そうですそうです、こう生きていきやすい方を選んで、うん、でこうしておくと、やっぱり今親が本当にいいじゃんっていうのと僕は読んでるので、はい、でもいられてる、まあでもそっちの方が山にいることはしてたんで、まあ枚数で、危険度と上がりやすさの話を今総合しないといけないので、はい、ローピン、つもぎりでした、つもぎりでしたね。小木さん、これドラ持ってきたらドラに変えるんですか。これは、匂いをちょっと自分が上がりたいというよりも怖いので特化えそうです。おー、はい、なるほど、上がりやすさよりも今度は怖いので、怖さで、はい、はつもぎり3枚目の牌でした、はい、これが今みたいに僕みたいにどうしても上がりたいってじゃないじゃないですか、これどうしても上がりたいってと、はい、また違うんですよ、トップ目なんで、うん、転廃したいんですよ僕は。転廃料、はい、欲しいんです。大事ですね。大事です、すごく大事です。あ、トイメンの手が止まりました。止まりましたね。そろそろ何ピンズなのか、なんだ、なんだ、それしかないんだけどな。でも川を見て親にも警戒も含めてドラ切ってきたね。もうこれでチートイツはないでしょう、はあ、はい、イーシャンテンだと思いますけどね今ので、はい、チートイツもなくなって、まあ僕の中でイーシャンテンですか、はい、ピンズの面本のイーシャンテンだと僕は思ってます。でそこにローピンスーピンと押してる親はイーシャンテンだと思ってます。なので2人イーシャンテン、はい、2人イーシャンテンなら切っていいでしょう。おり、ピンズ持ってきてる。あ、なるほどね、うん、ポンされるかもしれないけどね。はい、知ってる、これパーピンとキューピン危ないんだよ。パーピンとキューピン、パーピンとキューピンポンされて、はい、テンパられるよ僕の中で。あと自敗は分かんないけど、トイツでチュンとか分かんない、なんだっけ、トンチュンだっけ、こういうのねちゃんと覚えておいたらいいね。あ、手出しだ、中に入ったの、なんだ、中に入ったの、2番目に入った。リーチもありますかね。わかんない、今の顔見てる。
でもピンズでいっぱいあるともうちょっとリーチ、あそこから G ピン出てきましたよ。これ Q ピンと Q ピンと自配のシャンポンじゃないの？違うの？まだ出てない自配もありますからね。Q ピンと自配のシャンポンじゃないの？カンパーピンとどっち取るかちょっと悩んだんじゃないの？それ違うよ、ないですね。全然関係ないゲームですね。もうちょっと危ない方でいい。さあ、はい、これ大事なとこだよ。どうせ長い逃してるからね。そうなんですよね。やめてよ、そんなバナナ。そんなバナナ来ましたね。これ本線ですよ。あら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 、大変。で、はい、一応、うん、うわ、これ、切る牌がないじゃん。それぐらいですか。これ切っとくと、うん、役なくなっちゃう。役がないどころじゃないよ。うん、あの危険が、希望もないよ。どうしよう。やめて。夢も希望もない。夢も希望もない。これ切るしかなくなっちゃったんだけど、これすっごい怖いんだけど。めっちゃ危ないんだけど。やめて。これやめて。降りて。降りて。降りろ。降りろ。本一で、鎮一はないですか？鎮一はなさそうですか？いやない、トンとチュンがどっちか鎮一はないですね。鎮一だったらリーチしない可能性もあります、ね、そうだし、鎮一は枚数が足りないと思います。あのピンズの枚数が、はい、スチワンはかなり切りにくいですか？いや、親にも危ないですし、でも切りますよ、もうだってこれ僕振り点じゃないんじゃないですか、これ見て。いい街ですね。振り点じゃないんですけど、はい、切ってないですよ。これをちょっと食べてもらっていいですか？食べてくれればこの世から消滅してくれたら食すっていう第3のジャンルがあるんですか？ただあれね、両面かもしれないんだよ。チーピンと何かのシャンポンにするか、リアンウピン、あ、じゃあごめんなさい、ウッパーピン、ロッキューピンにしてるバージョンもあるんで、はい、ねえ、うん、これが頭かもしれないんだよ。そうですよね。これが頭でロッキューピンかもしれないんだよ。トンチュンがどこまで、今この世で一番危ないのはキューピンなのね。キューピン、うん、キューピンを切ったら多分ロンって言われるんだけど、トンがリーチ面本ですか？そう、トンで高いのは、うん、だから切んないんだけどね。切りません所詮僕はね。でもちゃんと考えてね、選ぶのが。僕は守備派なんで切ったことないんだけど、これ流局だから大丈夫。初だ。あ、トンあんこだ。ほら、キューピンと自配のシャンポン、ほんとだ。ほら、いや、読みが優れてましたね。そうなんだけど、負け読んだって負けんだよ。いやでもトーンは打てない。厳しい。いやでもトーンは打っても上がりに終わしてないんだけど、老僧がね、ダメ、さすがに小さ、もう絶対イーシャンテンなんだよ、親が。ちょっと手を開けてもらえますか？もう両面両面のイーシャンテンだから。違うじゃん。イーシャンテンだけど、武系だった。シャンポンカンちゃん。なるほど。え、サブ老僧とカンウマン？サブ老僧とカン、あ、これ両カン？え？ん？だから、リアンカンに急ぎればできたってことだよ。サブロース。なるほどね。ああ。いや、見応えのある一曲となりました。そうですね。結局、積もられちゃいましたね。積もられたことによって、大変また二着目になりましたね。怒ってやった。いや、さすがに流局すると思ったんだけどな。自敗は結構持ってそうで、ウッパーピンにしなかったんで、そうですね。外したろって思ったんだよ。外してますね。で、これ流局だ。キューピンと自敗のシャンポン流局って思った。ごめんね、積も強いね。一発じゃないなら俺初って役いただくよみたいな感じですね。なるほど。でも、いいです。キューピン切りリーチでも上がってるんで。いやー。はい、でもこの危険牌の読み方と、こういう競ってる場合のラス前の戦い方はかなり勉強になりました。はい、ちなみにチーソーは、うん、必ず親がリーチ来た時に、持ってないんですよ、ちなみに。チーソー。なんか国士なのか何なのかよくわかんない人がいて、で、ピンズだろう、どうせっていう人がいて、チーソーはふっと切ってくれる牌なんで、うん、これがあるんで。いや、さすがにペンローソーの方がいいとかやってないんで、ドラの方がいいなんて。しょうがないです、これは。はい。はい。さあ、ご視聴ありがとうございました。オーラスもお楽しみに。第4局、オーラス、開始です。皆さん、手配を開けてください。さあ、ドラが3ピン。大井さんの親がやってきました。無理。手配が…諦めという悲しみ。かなり悪いですね。まあ、でもね。この手って、まずどんな役つきますか？チャンターなのか、はい、ファンパイを重ねてなのかって感じなんですけど。はい。とにかく赤入りなので、そればっかりに縛られて、ウーソーとかウーワンを大事に切ることはしないです。パイの一直線はしない。はい、ツモに効きます。こういうものも本当はどうしようもないんですけど、はい、切らないです。もうこういきます。もう
とにかくリーチって言わないと、降りてもらえないというか相手が曲がってくれないので、こんなバラバラで一つも両面もないけど、はい、おお大事だどうだ、まあ一応国士とかね、うん、あそっか100万積もったらトップか橋本屋さん、ちょっと国士警戒します。なのでファンパイをこういう展望状況になるとファンパイの重ねるって上がる確率が減っちゃうのよ。重ねても出ないってこと。そうですね、うん、泣けないってことですね。なんでやねん、これやばいよ、これやばいよ。これ今回のシーズンいいね、ガチっぽくていいね、一番悪いっすね。見てこれ一番悪くて、しかもさ3ピン2枚打たれて、ね、ドラのネックの受け入れが、見てこれ、こんなにガチ番組ないよ。これを、はい、これがオーラスに来るっていうのは相当ガチ番組だよ。いやカリスマがここからどうやって、あーすごい一歩前進、はあ、だってこれ3ピン出ないもん、神ちゃんの方3ピン切んないもん、破裂も満直の人だからね。そのように感じます。だからもうこれは何しようかな、現在2着目で迎えたオーラス、純ちゃんも何も消さないように、はい、全部を保留するしか僕にはもう生きていく道がないので、だからせめて6ピンぐらいは1個切ろうか。3ピン出ないかな、チーって言いたいな。3ピンが出た時だけ仕掛けますか。チーはありますね、もうこれは泣かないと間に合わないんで、それだけね、手が厳しいと、はい、789できたんで一旦これでちょっと、はい、ローピン切り、はい、純ちゃん三色的な見えてきましたね、見えてきましたね。 E1 3ピン、あのハイパイが、あのハイパイが少し良くなってきたか、ぐちゃぐちゃすぎたからね。3ピン以外でも仕掛ける、泣きます、ハイができましたか、もう、はい、もう全部ターツが ブロック数が全部足りたんで全部泣きます。おっとっと、おこれは上がりやすく少しするために3万の出上がり率を上げときます。風数よりも先にウーワンを選びました、はい、一番関係ないじゃないですか想図って、はい、僕の手の中で、あなるほど、だから引っ張るんです。残し方の順番にも意味があるんですね、はい、僕がこれ最後にこれ出したら、はい、皆さんは関連像とか思いますから、135からこれを残したと思うじゃないですか。想図まだ持ってそうですね、持ってそうなんですよ。で例えばですよ、はい、3ピンチー3万チーした時のどっちかのチー出しが嘘だったら、はい、やっぱりどうしてもあの関連像ケアするんでざまみろといいですね、うん、いろんな戦略を使いながら、でみんなまだ絶対張ってないんですよこれ、なので、はい、嘘引っ張ってみます。周りの読みもあって それぐらい意地悪しないとこの曲は上がれない、意地悪な高春を見せてくるわけですね、はい、かなりこの戦略的な嘘がこれで間に合っちゃったら論って言われちゃったらアホなんですけど、うんうん、あんな自敗5個並べて6個並べてる人が、はい、今張ってるわけがないんで、でもまだ持ってますか、全然泣かしてくんないあれペーペー問い落とし本当ですね、無理だよ、大きな手を目指してるってことですね。あ、ここで嘘、これはなんでかっていうと、はい、順調が壊れても、うんうん、789はまだ壊れてないので3色、はい、なので3ピンチしたら何金だろうね。え、もしこれ3着目からリーチが入っても戦いますか、うん、戦います、この手形いきます、はい、もう2も3もあんま変わらん、2着も3着も、うん、来た、これであの必ず純ちゃんがつくんで、本当ですね、はい、なのでもうしかもマックス漫画あるんで、ポンもあります、お、あポンはやだ、ポンはやだ、できればほら出た出た、やだ、嫌ですな、でも泣かない、泣いた方がいいかもしれないけど、やだ今のところ泣きたくない、はい、一応ネックじゃないんでまだそっち、あーもうダメだ無理だ、次泣く一時我慢したけど次なく、だってさもう国士なのか、今想図手出しするよ、そろそろ想図、そろそろ想図でしょ、違うんかい、まだですかね、やばい間に合わない、間に合わなく感じました、あの、はい、対面さんが今ローソー手出しでしょ、うんうん、自敗をあれだけ切ってるんで、はい、いやあのこの点差で7900差で、はい、何チュン初って切ってきたってことはもう薬杯に頼ってないっていうことなんで、あのもう手形がもうピン風になっちゃうんですよ、タンヤオなのか知らんけど、タンヤオかピン風か、見て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 、これは両腕ですか、これ切って、はい、もうここだけだからネックはネックはもう目に見えてのネックですけどね、ただもうしょうがないよね、しょうがないですよね、山一いることを祈って、山に一枚もうテンパイ取るから、はい、必ず切れ、今切れ、今切れ、筋だぞ、ローピン切ってるぞ
ちげーよ。筋だぞって面白いですね。教えてあげないとさ。はい。さあ、でもあの手が、うん。あ、そう。あのハイパイもこれだからね。それだけ。2点ぐらいのハイパイ。2点だったでしょ、あれ。私の体感2点でしたけど。うん、やべ、あれ、チーソーつもぎ張ってるかもしんねえな。先輩の可能性もあるか。まだ。来た。え、これ、ピンチないんですか？高原が、あ、今静かに決めたのは、ピッチないんですか？なんでですか？万が一さ、大きい手を張った人でも打つかもしれないし、打点が、これ危ねえぞ、ヨガ用なら、なんつって。平成のより大丈夫ですか今。山にそろそろ全然いない範囲なんで、はい、上がれないかもしれないんだけど、はい、リーチして抑えた方が自極になるかもしれないんだけど、ね、最初そういうことをおっしゃってました。宣言牌がこれかもしれないんで、先輩打牌がこれだと切るかもしれないんで、僕の顔はこれだし。大井さん、可愛く小さい声になってきましたけど、皆さんイヤホンしてますからね。大丈夫ですよ。今3万出だしでした。あの番なんか、どうだな。もう出ない。絶対上がれない。え、山にもない。ない。ない。ゼロ。ゼロだね。多分。かなり切ない、これ今。腕どうしますこれ、ちょっとここから。今、あ、ごめんなさい、今、ちょっと。ないね。山にないのを感じた。はあ、ないね。え、もう手配に使われてるってことですか？ここない、そうそうですもんね。ないないない。一個ずつ。一個ずつ、うん、じゃあこれでもまあたまにいるんだけど一枚山に、はい、でも打たれない、もう打たれないって分かっててもリーチ打たない方がいいんですか、あのお、うん、いやだから今これが、はい、これ切られたんよ、うん、2枚出たの今ね、はい、だからこうですね、もう手代わりがないんで、もしこれを引いてたら、うん、シャンポンなら出たんだよこれは、シャンポンならそうこれは出たの、じゃあシャンポンになったら変えたかったってことですね、そういうこと、でももうそれもすらなくなったんで、うん、それでもうこのいきなりテンション下がっちゃったってことですね、そうもうなのでここでリーチ、もうこれで全てがなくなっちゃったんで、僕の変化ですね、変化も上がり率も変化もあってのリーチせずの判断だったんですね、そう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 、これは上がれそうだったんで、大井さんそこまで読んでの、はい、でもこれ今つもぎりリーチだったじゃないですか、うん、周りにはどういった印象になるんですか、周りには打点が十分あって、愚形とか、中間打点はないかなと。年品ドラ1ぐらいの手はもうないかなと思ってるはずなので。降りてくれると思いますけどね。はい。降りても、天敗連チャンでもう一回ですね。そうです。それを狙いました。もうこれね、諦めました。高いんだけどね。でもすごい、すごいですけどね、これね。本当ですよ。カリスマでしたよ。ここまではカリスマ。ここまでカリスマでしょ。だから抽選にあと3回詰まるんですよ。いやでも、そうなんで、ね、残ってなさそうって言ってたんですよ。100回に2回ぐらいしか上がれない。お祈りしたらもう1枚ぐらいありますかね。わからない。多分ない。ないです。うん、トイメンって貼ってますかね。あのね、もう今一応パピンをされたんで、うん、貼ってると思うんですけど、筋ですね、うん、貼ってると思うんですけど、はい、貼ってるね多分貼ってると思うけど貼ってますか、うん、貼ってるね、これは大丈夫、あと1回、うん、あ、そっか、間に待ちか、ちょっと見てなかった、考えてみます、自分の手、あのピン下なんだっけ、出てたっけ、あ、止まった、これ降りるかもしれない、これ受けるのか、降りる降りる降りる、ローワン現物、これ多分降りたと思う、今のローワンはかなり受けたように思いますか、うんと、いや3万とスライドしたかもしれん、あー、なるほど、けど降りたかもしれない、4、5、6からまあどちらなんですかね、わからない、でも今の手出しは、はい、降りたかもしれない、うん、ちょっと待ち、三品です。高いよこれ、そう思ったら。いや分かってます。いるわけないけど。どうだ。危ねえ。そっと切る。これ危なかった。高原そっと切る。でもこれ大丈夫だな。はい、ウーピンでしたね最後で。はい。流局。はい。ないんだもんマッチ。ないんだもんマッチ。一人天敗でした、はい。では皆さんの手も開けてもらいましょうか。皆さん手を開けてください。はい。一枚ずつ持ってるだろうどうせ。あ、本当だ。ないんだもんマッチ。すごい、あ、最後シャアだ、いつも3番目だったから、リアンパワーのイシャンテンだった、イシャンテンだったんだ、うん、極薄だけど、
でもリャンマン泣かしそうなんだよ。あ、よく来なかったね、偉い。うん、いやーすごい危ないよ、変なタイミングで切ってたら大変なもんなんですよ。さあ大井さん、はい、あのくしゃくしゃなハイパイから見事、そうですね、すごい綺麗な純ちゃん三色で、純ちゃん三色ゆえに、はい、3品は絶対上がれないと思ってて、で E1 と E品のシャンポンになれば少しだけ上がれると思ってたので、ね、そこでリーチはだからかけなかったってことですよね。あ、脅しリーチに使うには手が良すぎたと、うん、で E1 が2枚出た瞬間にもうこれは脅しというか、もう1曲やったりして最悪もう1曲運が良ければたまに3品がいると1個、まあ、いなかったな。たまにいたらすごかったですけどね。たまにいたら8000オールだからね。ねえ、さあですが大井さん、はい、次の曲につなぐことができました。そうですね、なんとか粘りました。はい、オーラス続行となります。今回もご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。第4曲一本場オーラス続行です、はい、開始してください皆さん、手配を開けてください。うん、さっきよりはちょっとだけ、あれはね、前回のいやーよかった、なかなか見ない、もう一曲できたんでこれはチャンスですよね。こうあるんで、ドラが3品です。これを重ねるか、これを切ってる間に何かこういい牌を引くと、うん、前曲一人転牌で点差が少し縮まりましたね。 4900ですね、うん、リーブを一つ落っこってるんで、はい、これは上がったらもうかなりのリードですね、うん、高い。あ、なにこれ、あ、えドラドラか、あんまり見かけない光景が来たぞ。いや、結構結構見かけますけどね。これはこれですね。で、はい、トーンを重ねてオンして、そうですね、これいいですよ。あら、1枚目また、あ、なんかあそこに僕の欲しい牌がいつもあるんだよな。下手ですね、うん、なんかね、巡り合わせがね。これはどの形になっても、うん、リーチになります。天牌ならするよ、もうほとんどのこと。何これ、うん、これは、あ、感じします、ね、感じてもいいんだけど、はい、まだリャンドサンズの受け入れもあるんで、うん、一応1枚切れのトンプと、はい、これ下茶はまた国士かなと思うんで、うん、もうこれ重なるより切っちゃいます。重なって上がり放棄になる方が嫌なんで。なるほど、うん、泣けない牌になりそうですもんね。でトンバックとかの仕掛けして上がれなくなっちゃう方が嫌なんで、ここは普通にします。逆牌のノーステル判断が本当に、うん、早めですね。そうね、だ国士がいて、うん、いて特殊状況ですよね、一枚打たれてっていう。わかんない、どうしよう。パワーワン切るか、9ピン切るか、ドッカーンか。孤立牌を打ちますか、それとも。ただ9ピンが1枚遠い面に打たれてるから、はい、チッパーピンがいつもよりいいんで、うん、パワーピン引いてパワーワン打ちたいんですよ。これわかんだな。ここでイーサーの缶、うん、どうせもう、まあ、2、3引いてもってことですね。そうです、もうどうせ、ま、うん、勝ても負けてもカンちゃんかペンちゃんになるだけですもんね、はい、さあイーサーの暗缶の判断となりました。シンドラがペロン、スーピン上がりにくい、うん、さあではリンシャンハイから持ってきました。何が、全然いらない、この世で一番いらないハイ持ちだ。つもぎり、はい、缶が入ってドラも増えましたってなると、はい、この分3着目あたりはチャンスになるわけですか。あ、そういうこと、そういうこと、うん、ただそんなのはもう当たり前に分かってたんで、自分も追う立場ですからね、はい、まだ大井さん、それぐらいトップの価値が大きいルールなのでということです、はい、うん、なんだよこれ111 さあオーラス続行につないだ、はい、逆転あるか。なかなかバラバラからしたんですけど、今つもぎりました、ペを。ちょっと待ってくださいね、白、白手出しと。うん、大井さんはつもぎりをしっかり見て覚えるタイプ。ここでこいつのもうこの対象系みたいな、この、はい、ものだから気持ち悪いね。そうですね、うん、なんかピンズ重いね。ああ、確かに、お茶が国士なのかピンズなのか。さあそろそろ大井さんからリーチ来てもいいのか。これ手が悪かったら、はい、大井さんに構えるはずで、あの老僧が先打ち気味だったりするのね、うん、手が悪かったらね、遠い面ですね、うんうんうん、僕からいつリーチ来てもおかしくないんで。今の老僧って話が受け身の老僧なのか。ここも3着目もチャンスできてるけど、はい、できてるけどピンチでもあるんで、親マン今一発打ったら上がりやめじゃないんで、うん、1万2000打ったら、うん、もうあの4が見えちゃう、着順落ちが。そうだから、もしかしたら今のリャンゾーとかもイーソー勘されちゃったから、ちょっと弱気にリャンゾー切ってるかもしれないんで。なるほど、そういうの結構あるんですよ、ね、来たぞ、大事ですね、来たぞ、
さあどうしますか。わからん。しっかりこう考えながら行きたいですね。これは本当にわからないんで。これって、はい、今パワー1統一になってジャント候補第1位でいいんですか。第1位です。でローワン打ったりするんですか。ローワン打つかパッキュースを払うか迷ってます。ソーズのベンチャンを払うか、はい、あの通常の馬強だったら、はい、下茶がピンズかもしれないと考えるんですけど、うんうん、ここは役満上がったらあのトップな人なんでピンズよりも国士だと、あ、でも国士ないじゃん、いそうなくなっちゃったんでね。スーアンコピンズをブクブク持ってるスーアンコ行くかもしれないし降りるかもしれない。それほど僕はピンズを持ってるとは思えないってことです。はい、これを他の人がこの川やったらもうそれはピンズですよ。国士なんてやるわけないんで。はい。で、諦め、関した後も違う川になるはずなんで。でも、この人は思ってるよりピンズを持ってなくてもこの川になるんで。はい。ローワンかパッ、ソーズを狙ってます。どっち切ろうかな。チーソーバに1枚切れ。スッチーワンは見えていません。よしよしという声とともに選んだのは急走、うん。チーソー。あのこれは切り順がすごく大事で、はい、7、8、9の切りが次の裏めったチーソーは振り点6球層は悪くないんで、あ、なるほど、この川、はい、振り点6球層は悪くないんで残すんですね。その時はウーピンかローアン打ちます。チーソー引いたらだから9から、はい、裏目も採用します。お、引けよ、待ちは悪くない、引けよ、振り点になっても使えそうということですね。こい、両ピンが来い、違う、これは違うよ、いらない範囲ですね、あのちょっとね、進み具合がこれ E ピン取り落としかもしれないんだよ、この E ピン間違ってもっと、これ最悪だからね。あ、よかった、ラッキー、ラッキーですよね、2枚目払ったんだよ、よかったです。こんなの残してたら死んでも、あ、もうロン、ポン、ロン、ポンポンでした、チームはポンされちゃいましたね。あ、いいんです、このために。そしてスーピンドラが出てきた、このために僕持ってたんで、あのスチーマンが要はあの上がりトップの人が上がりに行くわけですよ。その時に風呂って結構出ててポンチ結構出るんですよ、はい、食いたんで蹴っちゃおうとするはずなんで、その時に、はい、あのスーマンやチーマンがポンされた時のために6、8を持ってるんで、持ってた会話ですね、はい、持ってた会話、うん、いやどうですかこれ、これもう、だってもう、まっすぐ行くしかないんですけど。ファーストまだ持ちます？今それを考えてます。チーソーが2枚出てて、はい、2枚目の、あそこのチーソーはつもぎりなんですけど、やっぱりチーソー引くかもしれないんで持ちます。おぉ。危険度よりも、ここは勝ちに行きます。点を、つもぎり。ああ。が2枚見え。わあわあわあ、でもつもぎれた。ピンも2枚見え。いや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 、つもぎれた、つもぎれた。まずまず。理想暗観ですからね、仕掛けていくと役ないんですもんね。トイトイがありますよ、まだ。トイトイですか。僕にはまだ残されてますよ。無理でしょ、これ。もう。もう、ちょっとこれもう無理でしょ。だってさ、トイメンさん、ポン出しがスーピン？ちょっと待ってな。ポン出しがスーピンやから、その周りのローピンぐらいが、ローピンがジャントーと決めよう。ちょっと待てよ。ローピン。あ、でも少し、つもぎり考えましたね。ローピンをジャントーと決めると、はい。決めちゃいけないんだけど、まあ予想ですよね。マンズの両面があって、両ウーマンサブローマンがあって、これイーシャンテンかもしれないんで、まだ来い。 C1 がポンカスか、勝てないな、ちょっと手が進まないですね。張らない、うん、形式テンパイって意識持ってます？あ、もうトイトイも含めてですけど、一応やりますけど、あ、手出しだ、パーピン。これはローピンが2枚だと思うんで、スライドよりも、ウーピンとのスライドよりも、はい、僕はローピンを持ってたと思うんだけどな、2枚。読み外れたらごめんなさい。で、マンズは両面系が残ってて。今の手出しのパーピンって、かなりテンパイに見えますか？はい、かなりではないです。まだ。僕の一応現物なんで、テンパってるかも、はい、可能性は高いですけど。あれが現物じゃない方がテンパイに見えます？親の。そのパイにもよるんですよね。あのパーピンは大したことなさそうな、僕はローピンを持ってると思ってるんで。なるほど、はい、じゃあまだまだいけますか。いくしかないんですけど、ね、ですけどね、はい、別に出たら泣きますもうね。できます、泣きます、泣きます、動きたい。まあ漫画打っても2着なんで。あ、それも大きいですか。はい、漫画打ってもあの 8号勝ってるんで僕。別に、あー確かに、泣かしてくれアピールをね
な、泣かしてくれ、泣かしてくれ。ほら、引いた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 。引いた、ロンキューソーが今、3枚目。で、これが、ちなみに、役がないんで、イーピンが、ウーピン、ちょっと待てよ、ウーピンが、ま、振り込むことあんのか、これ、ウーピンロンなんてあんのか。対面、中筋ですけどね。4手だし、8手だし。カンウーピンだったり、シャンポンですか、短期だったりですか。4468から4切って、ドラだからクイーンクイーンだったら、その時パーピン切るな。4468から4切って、パーピン切ったんならカンウーピン刺さるんですけど、はい。4468から4切るかな、あの人。普通にポン剤残すと思うんだけどな、パーピンから切ると思うんで、これとこれの切り順が8分になるはずなんだけどな。でもトウピンは行きやすい。行きやすい。ただしょっぱいなんだよな。おじさんは8000打っても2着。ローピン引く。でももう K 点行くしかないんだもん。1キーしたいんだもん。貼らないんだもん。ええ、このままじゃ。さあ、どうするか。トウピンを切るか。それとも、うん。わからん。ウーピン以外だとでも2ピンも候補ってことですか。2ピンです、はい、でも一番泣きやすいのは E ピンなんで、自己都合だけならウーピンだが、ウィー行きました。起きるしかないよね。ね、考えた結果こう前向きな判断になりましたね、うん、そう、しょうがないんだよ。だから、あ、なんだっけ、2面だったら、そう、リャンウーソーまだ残ってるんで、はい、リャンウーソーとマンズのリャンウー、あ、リャンウーソーとリャンウーマンサブローマン。危ないじゃん、リャンウーマンサブローマン。どっちも持ってる。危険なとこだけ持ってますね。持ってる。だってしょうがないんだもん。切るタイミングがなかったんだもん。なかったですね、確かに。オッケー。先取ったぜ、ウーアンは。って言いながら。先取ったウーアンは。一回一回、呼吸ね。呼吸。はい。これを、ちょっと待って、見えないように切ろう。このカバーなんすか、カバー。カバーをして。でも、ロンの声はない。振り点ですよ。まだ貼ってないかもしれないじゃん。貼ってないですかね。貼ってないよ。もうあるってこと。ほら、貼った。あ、と、うん、手出し両層、これは何ですか。んちょっと待って。ん、2枚切れ。2枚切れどこ、スライド、いや。じゃないですよ、ね。赤ウソってどこにある。赤ウソまだ見えてないですね。声がちっちゃくない。いや、もうでもういいよ。ね、いいよ。戦います。ハクは、ね、現物。さすがに今、まだ、はい、あの、一番右張ってないも含めて、まだ張ってないも含めて、もう、やるしかない。大井さんもまだ張ってません。はい、やってないです。あと、でも、イーシャンテンまで起きましたね。サブローピンとかあんのかな。あ、来た。止まった。さあ、大事ですね。こうやって止まったとこだったり、手出しの、はい。向こうも、僕のことを、あいつ貼ったらリーシ君だろうと思ってるんで。これですもんね、カンがね。言いそう、暗感ですからね。リーチ来そう。少し考えて出てきたのは数層です。もうさすがに貼ってるかな。今のは数層でもな。大井さんが、リーチ来るに決まってんだよね。ね、相手の立場になると。中筋ですね。こんなもの当たるわけがねえ。でもこれパーソー切ってもいいってことですか。あの、違うんですよ。僕が急走振り点で、はい、うん、僕これとこれ引いたら出上がりできるんですよ。できますよ。だからこれ切りたいですよ。パーソーですね、はい、あの、そっちの意味で。でも急走の方が注意できるんですよ、はい、ね、そうですよね。振り点なんで食うっていうことですね、はい、泣くなら、はい、点の急走の方が感じちゃう。これね、現物切ってダマワンツーなんですよ、これドラなんで。そうか、そう、確かに。あの急走、世の中から枯れ始めましたよ。あと1枚いいんですか、上社さん、いいんですか、脳天ですよ、言いながら心の中で思ってる声ですね。チーさせなくていいんですか、実践でね、チーさせなくていいんですか、僕リーチ来ますよ、勝ったらって今思ってる。泣かせなくていいんですかねえ、これはまだ脳天に見えますね。泣かしたらね、まだね、チャンスあんのにね。あれ、これ泣かしたら、ちょっと待って、すごいこと大きいんじゃないの。どういうことですか。手出し数層マンガン受けたのかどうなんだ。マンガンを、はい、ポン、泣かした。ロッキー、泣かせてくれました。あ、でも泣かしたかじゃないかもしれない。だって、え、でも、あ、あ、チーはノーチャンス、チーは全部これは安全のですかね。さあ、これでテンパイ取れました。 役はございません。相手ってのはなんだって。あ、そっか、あと、あと何がありますか。他に相手があるから、人決定。
パーマンあります？ん？パーマン。パーマン？あと、あれあれ。ある。あ、リンシャンか、リンシャンか。チュンって何あれ？ちょっと待って、チュンって。チュンって。あんこ？あれ？あんこ？あんこじゃん？受けたチュンですかね。これ、背景でしょ？背景でしょ？背景です。背景でしょ？はい。それを考えてたのよ。リンちゃんはない、なかった。え、これ漫画だよ。あ、漫画。行くよ。え、待って、ローさんあります？ある。体感。あるあるある。あります？だって、合わせてなかったから。ここ持って、うん、あるある。え、じゃあローソンあるかもしれないですか。あるか、これ1枚ぐらいいるよ。いくよ。はい。つまったー。4100オール。ほら、いたじゃん。手役を大きい声で言ってやってください。背底ドラドラ。なんでそんな恥ずかしめをするの。勝ったのに。あ、勝ってねえか、まだ。かっこいい。ローソンいるんだよ。ほんとだ、いる。だけど、キューソンもいたから、え、どっちもあったんだよ。背底、やっぱ背底は考えなきゃいけないの。すごい。あの順目は。おじさん、逆転しました。しました。そしてオラソが続きます。あ、続くんだ。終わってもいいんだけど。すごい、もう、脳天で終了かと思いました、おじさん。おかげで。パワーのおかげで。本当にごちそうさま、すいません、なんか。はい。ありがとうございます、なんか。え、皆さんよかったら手を開けていただいて。はい。最後、チュンあんこから、うん。受けたんだ。そうだね。はい。いや、おいさん、すごかったですね。よかった。でも、あのね、もう、やっぱり1枚いそうだっていうのがあったし、ただ怖いね、やっぱ羽も入ってたわ。入ってましたね。ちょ、これスーピンいるんだけど。いい勝負だったね。やっぱ麻雀って紙一重だよね。え、スーピン、うん、ゴロゴロいません。1枚あと、 あ、でもあそこ読めてた、ほら、ローピン頭、ほら、マンズリアンメン読めてた。スーピン切った時ですね。うん、ポン、これ切った時すぐ分かった、これとこれ出たから。無邪気、言い方が無邪気、おいさん読めた、よか、読めましたね、うん、そしてオラソ2本馬となります。はい、どこまで展望を重ねていくんでしょうか。そしてドッポさんの追撃はあるのかですね。はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。第4局2本馬オーラス続行、前回トップ目に立ちました、おいさんの親が続きます。開始です。はい、さあ46,900点。そうですね、今ちょうど2本馬なので、12,503、ちょうど満貫積もで変わっちゃうんですよ。あ、トイメント、そうなので、大きく上がるか伏せたい、はい、なるほど。なので、なんだこれ、ドラは何です、ドラもない赤もない、なので、これで満貫直撃されたら嫌なんで、嫌ですね。基本的には降りたい、はい、だからチートイツ進行でこの444を切って、で安牌を抱えつつ満貫直撃されないようにちょっとやります。今回のその作戦は、うん、統一方面に行くわけですね。この手はもう、普通にブクブクにして、例えば、はい、3ピン引いて9番とか3図を引いて E ピンとか行くとこれ危ないんで、はい、自分の危険は回避しながら、そうですね、もうこの手は上がれない、上がりにくいですね。上がるにはちょっと厳しいですね。はい、はい、では、はい、まず第一つも、はい、このままトップを守りきれるか、カンちゃん。どうします、春ツータいきます。嫌だ。嫌ですか。絶対嫌だ。何から切りますか。もう宣言通り4ですか。一応これね、8でした。いや、大きく上がり道が、まあまあ、ピンク3色赤っていう、それならね、ダマワンツーがある、ありますね。あの赤ウソと赤ウピンどっちかを引けば12,000あるんで、はい、でも E ピンと9万を切るほどのことはないので、パソからと、で、あそこ今だ、絶対ここ皆さん見逃しちゃいけないのは、とにかくトイメンの手出しつもぎり、うんうん、はい、とにかくトイメンの手出しつもぎり、これが大事なんです。もうここはこれ恨めたんですけど、これどうでもいいんですよ、うん、ここはもうね、すべての記憶をあそこに、能力をぶつけて、あそこに、はい、トンは手出しでしたね。ただ、ま、マンガンを作りたいので、このぐらいできるなら、これこうしていきます。チーソーはつもぎりです。はい、もう他の両、もう大げさなこと言います、両脇は、両脇を無視してもいいんで、トイメンだけは手出し、手出しと、トンシロと来ましたよっていうことだけは絶対覚えておく。この条件戦の中で戦い方大事ですね、はい、オーラス大事です。ちょっと仕事、何これ、いつも聞いちゃってるね、なんか横に伸びますね。そうですね、自然に来た場合は受け入れますか。わかんない、それでもまだ、それでもわかんない、赤ウソ赤ウピン引かないとわかんない、まっすぐ来てるね。はい、チョンパイの自敗が続きます。今回ドラが何です。なんでいいの、
スムーズに。なんでこんなにいいの今日。どうしたの。ピンクになりそうですね。いつもあるよ。まあ、一応これかとか。ピンクのみ上がる気がないので、正直。いや、これ危ないんだけど。ちょっと待って、何これ。だったらチーソーパス取っときゃよかったって視聴者の人思ってるよ。うん、あの老朽層ターツ。ほんとほんと。何何ちょっと。こんなにいつもいいの。いや、これちょっと困ったな。赤ウソ。ウピンですかね、次。赤ウソ引いてこないかな。やめてよ。ラーピンでした。これは、絶対いらないですもん。あ、カンちゃんになるような灰は。シゴロや、あの、ピンフ赤以上にならないから。もう降りますよ。降ろしてよ。早く降ろしてよ。降ろせるような着方じゃないですもんね。何これ、マジで。やばいんだけど。天杯まではスムーズに行けそうですね。どうします？やだやだやだ。白もハツも1枚ずつ。やだやだ、もう満足で。いやと言いながら手は来てますよ。赤ウーピンと赤ウーソどっちかを引いて、はい、あの、マンガンか77はまだ見えるので、うんうん、で、神茶の方がマンズが高いので、そうですね、今切ったペイ茶の方がマンズ高いんで、ローワン切りました、はい。で、これでウーソーかローソーかウーピン。うんうん、なら、ここと、前向きに検討していただけるってことですね。前向きに採用、はい。こういうのは全部不採用なんですけど、これちょっと待ってね。これ安全牌候補かな。これっていつごろ、闇で構えてて、はい、直撃の戦略もあるじゃないですか、はい、それはかなりこう注意を持って進めていくんですか。一番最悪なのは、はい、神茶、神茶に羽根マン打っちゃうことなんですね、はい、そうするとここ変わっちゃうんで 12,600 だから今白髪を切っていいのか悩んでます。神茶に対して、はい、マンズで仕掛けていそうで、ドラがなんですしね。マンズっぽいんですよね。いや、もうほんとこれつらいな。だから、勝っててつらい顔するから、あいつ何なんだよってよく言われるんですけど、僕。映像で、あ、なんか出た。なんでだ。これでもう赤1枚持ってる、タンヤオ系で、メンタンツも赤い位置を狙ってるんで、もう何に頼らないでいいっていうんで、だからキューピンが少し通りやすくなりました。メンピアカードメンピアカードなもう勘弁勘弁もう来ましたっていう顔をするからすよく見ます。あいつ三味線じゃねえかと思うじゃん。そんなことない。だってこれ三味線じゃん。でもいやでもこれ実際、うん、置かれてる状況って結構苦しいんですよ。そうなのだってもうアンパイないんだもん。直撃でだって逆転される可能性かなりありますからね。アンパイないのよ。ちょっと勘弁してよ。これ本当いいキャンペーンだったらどうしよう。これそろそろマンズかマンズ余っちゃった。どんどんブクブクになっている大井さんと、ヤンパイないのよ。条件が、ね、明確にある、トイメン、そして、カミチャ。勘弁して。うわ、マジ、4面ちゃんだ。ちょっと、500ゴールとか意味あんの？一応、マンツモから脱出。でも、これ、初以外どうしたらいいんですか？だって、で現物がね、積もったら、ツモで行くってことですか？やだやだ、もうやだよ。もう無理だよ。って顔すると、うん、あいつは三味線だろうと。46,900 持って。なんであんな辛そうなんだよ。あ、でもドラが2枚見えました、おじさん。うん。でももともともドラに頼らない赤を持ってる手っていうのは分かってたので。神茶に対してちょっとドラがなあんまりなさそうになったってことですか。ただマンズの面本系は怖いね。羽根間になるか。これもう、もう現物ゼロだよ。どうしよう。どうしよう。もうやだ。ちょっとキューピンが切りやすいっていう気持ちがあるから、ね、まだマシですか。ちょっとだけね。お気持ち。でも赤赤だと終わりだから。はい、やべ、リーチ来る。やべ、これリーチ来る。これね、赤自分から全く見えませんからね。あ、ダメだ、イーシャンテンだ。あのままイーシャンテンですか。うん。どうせスチーピンだろ。どうせスチーピンだろ。おい、ピンズ1枚も切ってないけど、どうせスチーピンだ。お願い、スチーピンでいってください。イーシャンテンで予想してますけど。スチーピン4枚見えてるんで。で、スチーソーも怖い。要するにスティスも苦しいはずなんで、いいじゃんってお願いやめてやめてやめて。で3万手出し何だったんだろうな。そこから出してマンズは上向きにして、おぉローソーでした。おぉローソー場に2枚目。これ、はい、スティスに固定したかもしれなくて、うん、そうしてると結構苦しいはずなん で僕の上がり目がもうなくなってきたんで降りたい。とにかく降りたい。これ降りれます？降りれない。どんどん声が小さくなってきました。無理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 、戦えないよこんなので最初に持った目標とともに生きていったらこんなことになりましたね、うん、でも急走切って無理
数層切ります？これ現物に近いものなんで、はい、数層切る。テンパを崩すわけですね。今、地層通ったんで、もう、もう伏せる。伏せる。次、もし、ウーソーとか来たらどうするんですか？伏せない。倒す。やめて、手出しやめて、つもぎって、おーっしゃー。まだイーシャンテンの可能性が高い。危ねえ、なんで負けてた、結果の。ヤング3枚も。かー、これはもう降ります。プープープー。何？はっ！いや、もう絶対降りる。決めたんだ。数層と。決めたんだ。決めたんだ。決めたんだ。え、じゃあ数層ですか？降りるんだ。まあ数層切ってもテンパイですけどね。いや、ダメ。それはダメ。ウッパーピンの怖い。今のうちの方がいい。あ、今パーピン合わせるわけですか。絶対に降りると決めたんだ。無理だ。いや、でもこのルールでこの条件ならではですよね。おー、また手出しか。手出しパーソー。これはどう読みます？うん、これはね、6-8の単純な切り順で、僕のパーソーが現物なんで。先に6から行ったと。6から行っただけで。パーピンが全部見えましたね。チゴルのテンパイだよ。あ、はあ、チンピン行きます？単品ドラドラ刺さったらバカだけど、でもその時はリーチしてくれるだろ？単品赤赤ですね。マンツモ、マンツモなんで。一旦ですよ。一旦落ち、あ、取るんですね。これ取りますよ、だって。リーチ来るもん。これが当たるなら。あ、なるほどね、うん。リーチもないし。そうそうそう。だけど、はい、だけど、これ、ちょっと、一回、ゆっくりやって、上がっていいか。すごい、大井さん、今回いろんな、大井さん見れてますよ。ちょっと待って、これ、ちょっと上がっていい。乾燥テンパイ、先ほど降りると言っていたが、今、テンパイを張る。積もったら、もう一度取りました。積もったら高い。はい、テンパイにするか。積も3色。うん、積もテンパイにた、26です。26の ?26 のね、日本までね、28まで。はい。ちょっと上がんだけど、出て上がっていいの、まあ、嘘なんかいそうですしね。いそうなんだよ。やべやべやべ、めっちゃ、楽しそうですけど。絶対貼ってねえんだよな、あれな。トイメンがまだ貼ってないと予想すると、この3品も行きやすいわけですね。行きやすいんだけど。でも、どこまでこのテンパ打ちするかも悩んでらっしゃる。視聴者何を見てんだろうな。でも、これ、普段、こういった対局番組見てて、大井さんかなりこういった終盤でも考え込んでるじゃないですか。でも、その思考が今日全部伝えられてよかったですね。そう。あのね、打ったら死に、はい、死に、こっからトップが落ちたら死にたいんですよ、僕。うんうん、滅びたいですね。うん、で、マンツボの、はい、張ってないと思いますよ。うん、トイメン張ってなさそう。これが安牌に変わったんです、今。8が4枚出たんです。はい。パーピンが。9ピンがほぼほぼ安全牌です。なので、はい、これ、この5枚切って流局なんです。9層も通りそう。はい。はい、流局があります。これがリーグ戦だったらこれ切ります。リーグ戦だったら、はい。これ切ります。だけど、私は、M リーグはリーグ戦です。え？これ M リーグなの？はい、M リーグ。今更、M リーグですよ。M リーグだと思って打つの？ M リーグだと思って打って、打った、あれあれの記憶、なくなっちゃいました。なくなってないんだけど。はい、いや、一応 M リーグの思い出してる。M リーグの赤入りですからね、この M リーグってね。赤入りの。M リーグだとどう？さあ、どうするか。大事な局面。リーグ戦。選んだのは急走。これはどういった思考でまとまったわけですか？藤田さんのためにトップ取ろうと思って。これが一番トップ取れるはずなんで。単品。今来たわ、藤田さん来たわけですか、今。いや、これで、単品赤赤を打つのは、大井さんは、そんな大井さん見たくないはずなんで、絶対にこうなったら大井さんは転げ落ちないと。彼は僕をそう思ってるはずなんで、はい。積もってた。はぁー、でももう一回復活。いやいや、もう最悪だ。しかも。最悪だ。どうしよう。どうしよう。藤田さんちょっとやめて。赤嘘なら、あれじゃないですか、大井さん。ちょっと待って。いつも3色赤で4000は4000。どうしよう。死にたい死にたい。今のとこどうカットできないんですよ。でもこれが、いや、カットはしなくていいんだけど、絶対これがトップに近いはずなの。それで今リーチが来たんだけど、絶対これがトップに近かったはずなの。もういい。いやー、3品なら論破できます。いや、これ本当に、はい。本当にダサいけど、はい。これで逃したら、はい。いいの。これが絶対トップには一番近いの。赤が1枚ね、さっき見え、あれ、ちょっとどうしましょうか。9ピン現物。いや、9ピン切りますけど、9ピンは粘る意味がないんで、パーピン全見え。はい、でも粘る意味がないんで、ウーピンとローソーと、今どっちがいいか、ちょっとごめんなさいね。確認させてください。ローソーとウーピンと確認させてください。どちらも現物です。はい、すいません。一旦これの方が。完全に受けました。はい、ローソーは後に。はい。これ、積も2回なんで、トイメンさんが、積もることないです。大丈夫です。積むことないですか？はい、大丈夫です。もう僕がこんな嘘を上がり逃しておいて、はい、4強で上がり逃しておいて、トップまで取られるなんて、そんなスター性低くないです、僕は。もうカリスマっていう読めませんでしたらもう。絶対、読めないでしょ。まあ、安心して、絶
対に上がれないから。本当ですか、はい、こうやって生きてきたんで、大丈夫です。絶対大丈夫です。お願いします。お願いします。イエスイエスかなり心の声が漏れてらっしゃる。勝ったんだ。トップの時、オラスこんな感じなんですね、お気持ち。地獄待ちすら許さないぞ。現物を慎重に選んでいきます。ローソン大丈夫です。さあ、そして、これが入って、竜極天杯の方は開けてください。いや、本当に怖かったんだ、ピンズ。ヤングワン。いや、本当に単品赤赤とかが本当にやってなくて。まあでも、久しぶり入り目なの？ああ、二刺しの三色単品、危ないもん、やっぱりピンズ。二ピンが入ったのが切ないですね。三ピンで降りて四勝目でへくりました。ねえ、あ、さあ、ということで、今回、トップを盛り切りました。麻雀の匠、大井高春プロ、見事トップです。おめでとうございます。ありがとうございます。なんとか。なんと、匠、プロが初めてトップを取りました。おめでとうございます。いや強い人いるからさ。いや強い中でも大井さん、あの一番やっぱり印象に残ったのは、うん、あの敗廷のそう、ね、粘りに粘って、あの良かったですね。なんとかもうブクブクにして思い切って、まあウーピンから行ったりいろいろと、はい、執念を見せて、あとこう雰囲気の出し方だったり、そうですね、いろんなこうテクニックがある中で、はい、よかった。今回どれくらい大井さんの思考を伝えられました？やっぱり人間って、普通の人間って思考が100だとしたら、言葉に出せるのって多分 20% ぐらい、 20-30% って言われてるんですね、うん、でちょっと今日は時間を長く使ったりしながら、伝えられたのと、それから私解説の仕事が多くて、いろいろと言葉にする仕事が多いので、その分伝えられたなとは思うんですけど、それでもやっぱり半分も伝えられなかったので、ああそれ言っときゃよかった、読めてたのにっていうのがいくつもあったんで、はい、もう結構それが終わってみたら悔しいんですよね。あの勝ち負けだけじゃないと僕はプロは思ってるので、この思考内容さえ伝えられれば、僕が例えばラスだとしても、おいすごいなって思わせられたと思うんで、そういう意味では、あれで喋っときゃよかった、喋っときゃよかったっていうのがね、86個あんだよね。そんな数数えられてたのに、それぐらいあるんだよね、伝えはできなかった、うん、それぐらいあるんだよね、体感ね、体感、うん、あとその86個をちゃんと言えてれば100点だったんだけど、まだやっぱり超トッププロとしてはまだ未熟な面があったかなと。なんていう謙虚なことか、うん。そしてね、オーラスのよくこう、うん、苦悩してる姿見る時の、そのなんでなのかって理由が、そう、大井さん 46,900 持ってて、ね、あんないい手でテンパってて、しかもあんな苦しそうに毎回少し昇降するなんてふざけんなって思うと思うんだけど、見てる人には全部は分かんないですからね。そうけど、あれは本当に逆転の人が、逆転の可能性ある人が2人いて、いつマンズ、上茶の方がマンズの本質とか張っちゃうだろう、そして対面の方が、マンツモの人がいつリーチ来ちゃうんだろうって、ほんと怯えながらやってるんで、絶対だってドラのナンいらないって切ってるんで、7巡目に、うん、ドラのナンがいらなかったらもうその時点でイーシャンテンぐらいのはずなんで、そうですよね、逆転ができてる、要は単品ドラ1ぐらいは絶対あるはずなんで、もう怖くてしょうがないです僕は。ところそういう苦悩はうまく出せて、結果4戦オールを逃してしまいましたが、確実なトップを取れたこと、そしてあの怯えがちゃんと状況に合ってたことが、やっぱりそこはやっぱり実力だと思うんで。でも次からこう、はい、見て応援してね、はい、中の声聞こえない場面でも、うん、きっとこんなことを大井さん考えてるんだっていうのが、う見てくださる皆様に伝わりますね、うん、だからあのドラの難切りは本当に怖くて、単品ドラ1ぐらいのリーチが絶対すぐ来ると思ってたんだそれが闇天のね、闇天の単品赤赤、ね、最悪だから、うん、やっぱりこの M リーグでは赤が3枚入っている、そういうルールが、そうドラ7、そうこれが大きいですね。なので僕最後の方でツモって、例えばサブローキューピンスーソンみたいな街で積もってもちょっと上がるのやめようかなと思ってたり、はい、で対面のリーチが入った後も最後の手番で高い手なら上がるけど、3ピンなら漫画あったんだけど、ローピン引くと1300コールなのね、それだったら上がるのやめようと思ったの。ツモ1回ぐらいならあのトップ、それで次に羽ツモが2人残る方が赤ありルールはまくられることがあるし、1回なんか積もれねえだろうと思って、
かなりこう転廃してるのにそれを崩さなきゃいけなかったり、うん、上がりを拒否するってなかなかこういう状況じゃないと普段ないじゃないですか。特殊な状況すぎるよね。だから順位点があまりにも大きいこと、そして赤が入ったことで逆転がしやすいことで、やっぱり細心の注意を払って少しは我慢しなきゃいけないかなっていうところは見せられたんじゃないか。いや、かなりそれはお伝えできたと思います。僕は本当に我慢のタイプで、ひなさんも我慢タイプなんで、はい、分かると思うんですよね、僕の思考。でもやっぱり麻雀ってすごく楽しい、ストレス発散できるような競技なのに、それでずっとストレス抱えてるのあの人何なんだろうって多分ね、視聴者の方思うと思うんだよ、はい、僕は麻雀は我慢のゲームだと思ってるんで、最後の最後は我慢、一番我慢できた人は勝つと思ってるんで、それを見せられたのはすごく嬉しいです、はい、我慢の結果がしっかりトップですからね。そうなのよ、一着取ってますから4セオル逃したけどね5万点超えかみたいな。そうなんですよありましたけどね、はい、いやでも見事なトップでした、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。見てくださる皆様に最後に一言何かあれば。そうですね、今後 M リーグがこれからこのルールでもうどんどん盛り上がっていくと思いますし、それだけでなくこれから麻雀プロにいろいろなスポットライトが当たって、日向さんのようなね、あの YouTuber が現れたりそして日向さんがまた来年以降M リーグの仲間に加わっていろんな番組で共演できることをすごく楽しみにしているので、この番組大分からだけでなくこの番組、そして日向愛子さんを皆さん応援してあげてくださいお父さんみたいいや本当にでもね、いろんな麻雀プロが、個性豊かな麻雀プロが本当に増えることはすごい嬉しいことなので、もう日向さんには頑張ってもらって、はい、同じバラエティ出身というかバラエティを担当として頑張ってくれればほら僕の仕事も増えるからはい、ありがとうございます。また一緒に一緒にやろう、やりましょう。たくみもまたぜひ、あ、呼んで、はい、はい、なんかぜひ出てください。これからいろんなトッププロ呼ぶと思うんだけど、トップ者が現れるでしょ、でトップ取った人だけでもう一回やるとかさ、ね、いろんなあるじゃん。すごいお金かかりそうな企画ですねありがとうございます、はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お、いいんですかこれ高評価よろしくお願いします。ツイッターもフォローしてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。